が来たら帰れ帰れ。ちゃう。来てしまえば、結果をその後に考えて、なんとかなってますから。なんかもうじゃあマイクとかないんで、こう地声で。そうですね、中は進行する。はい、地声で進行します。すみません。一緒でいいですか。あ、まだ、まだあれば、まだ。じゃあとりあえずじゃあ自己紹介ぐらいかな。そうです。じゃあはい、株式会社文の国光です。ソーシャルゲームとか作ったりしています。でこの辺はね天元と言い続けたくろうと思うんですけど、もともとそのグミっていう携帯の SNS サイトっていうのを作ってまして、まあ、今でもあるんですけど、これ自体はもう一番最初普通の1年半前にプラットフォームをオープンしてオープン化した。最初はこうね、プラットフォーマーとしてミックスを抜くみたいな感じだったんですけど、あえなくその夢はこう叶わなかったんで、今はソーシャルネットワークの上で作品として頑張っております。よろしくお願いします。津田大輔と言います。まあ、本業はこの先なんですけど、まあ、すっかり最近は。本当にそうですよ、一応ジャーナリストなんで。あ、ミュージシャンかと思って。本業は物書きで、IT 系の物書きをやって、最近なんか冗談で言ったフェイスブックを叩くようなことを言ったら、それがフェイスブック内で超炎上していて、この野郎と思って今フェイスブックをめちゃめちゃ使おうと思っている、そんな、そんな感じです。よろしくお願いします。山崎秀夫です。さっきまであのメタバース協会ってのがありましてね、セカンドライフって昔流行ったんですけど、あれのメタバース協会の解散式に呼ばれてて、終わったんですよ。みんなでですね、もうメタバース協会解散した方がやっぱり世の中楽しいんじゃないかなって結構おつや的な感じだったんですか。いやいや全然そうでもなく、だって三淵さんとか明るい人いるんだもん。ノリノリでね、現実社会の方がよっぽど乗ってんじゃないかという感じで、とにかく別れてきたみんなで。でもまあ同窓会やろうよみたいな話もあったんで、それでまあいろいろリサーチしてまして、それでまあ勤めてる会社は1年半ぐらい前にも退職してます。今はアルバイトです。どちらでアルバイトされてるんですか。はい、NRI って会社です。野村総研、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ギリギリの参加になりまして恐縮です。VJ アンダーバーサークルで遅れてるから間に合ってる、間に合ってる、間に合ってる。よろしくございます。ですね、まさにそのメタバース協会に絡めてですね、いろいろとうちは実はちょっと放送局のなんですけれども、そこので島を買ったりですね、いろいろと危ないことをやりまして、まさか解散するとはという感じであるんですが、ただ、まあ、いわゆるそういうふうなメタバースもそうなんですけど、ソーシャルメディアといい、まあ、いろんなアプリも展開もそうなんですけれども、何かしらやっぱその、ミックスメディア、クロスメディアでですね、なんかよく片方ウェブかテレビかとか、新聞が崩壊して何々が崩壊してみたいな、何かそういうふうなこうネガティブワードがこういっぱい満たされているのは今のこの世の中で、なんかちょっと一ついろいろとこう組み合わせ、いわゆるこのソーシャルネットワークもそうなんですけど、A か B かじゃなくて、一緒にこのソーシャルネットワークを組み合わせることでもっと面白いことができるんじゃないかと。で、まあ、いろんなお互い持っているものっていうのを生かし合ってですね、面白い世の中にしていけたらなというふうに思っております。それで今回この津谷大学のゲームっていう講座に関しまして、今までアバターであるとか、それから、その横井文平さんの夜とかですね、いろいろと企画させていただいたんですが、今回特にそのソーシャルネットワークという映画も非常に流行っているのもございますので、絡めて、津田さんにもご登壇いただきまして、それからアプリ開発 の国光さん、それからいわゆるこの、まあ、こういったことに関しましてですね、なんていうんですかね、毎回のプレゼンがやばいということで有名な山崎さんということになっておりまして、途中からかなりプレゼンがあちこち行ってしまうところが、それが非常に結構際どいラインをついていらっしゃるということで定評がございます。なのでまず初めにですね、山崎さんにちょっとプレゼンの方をですねちょっと切っていただいて、そこから先、ちょっとどんな展開でですねこのネタを膨らませていけるのかというところは、まあ、この、メンツですので非常に面白い展開が期待できるのではないかなというふうに思っております。今日はよろしくお願いいたします。では山崎さん、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、しゃべりたいことをまずしゃべっちゃいます、ね。はい、はい、とにかくテーマが、与えられたテーマ、大体こういうのは、まず与えられるという、2件目から始まっちゃって、ソーシャルメディアかけるゲームとか、ちょっと分かんないな、じゃあ何から言おうかなっていうんでですね、ふっと思い浮かんだのが、
なんか革命が起こってるね、じゃあ革命の話からしようということで、革命の話をします。じゃあ21世紀というのは一体いつから始まったのか、実はこういう議論ってあるんですよ。本当に社会の中で、特に欧米ではこういうの大好きです。21世紀って物理的にはまあ2001年のですね、正月から始まったんだけど、本当に21世紀らしい21世紀っていつ現れたの。じゃあまず20世紀っていつですか。20世紀をつなぐ赤い糸というのはまあ3点あって、1つが1905年という年、ここから20世紀が始まったと言われています。これのおかげで日本は繁栄したんですよね。血の日曜日事件というのがロシアで起こって、ロシア革命の始まりだったので、おかげでですね、ロシアがもう戦争はいいと、もう日本でも面倒くさいからもうお前ら勝ったことにしろと、うちは負けてやるからというのが日露戦争です。それから1917年になって1910年代にはロシア革命が起こって、これで20世紀の方向決まっちゃった。そして1989年にベルリンの壁が潰れて、これが20世紀。じゃあ21世紀から始まったんだと思って、今ですね、今まで定説であったのは2001年の911事件だ。あれでイスラム原理主義が出てきてですね、いよいよこのアメリカのグローバリズムと対決した。この年がですね、21世紀の始まりだというふうに今まで定説では言われてました。大体この説が一番強い。ところが今見てるとですね、なんかちょっとおかしいぞと。チュニジアで、30日かなんかで、エジプトで何日で、それからこのリビアで何日でなんかどうなって潰れちゃってると、政変が起こってます。これってどうなの、これってもしかして21世紀の始めなの。いわゆる何がポイントかというと、戦後の日本の民主主義社会を作り支えてきたのは新聞とテレビであって、ところがもうすぐテレビ消えるでしょ。投げっさぎましたね。アナログテレビなくなるとか言ったでしょ。ああ新聞はあってたら新聞はあってたら20代読んでないんでしょ。 20% ちょっとで、30代 39% でだって景気が回復したっつんで、電通さんの発表を見てみますと、テレビは 1% 広告広げたんですよね。でも新聞は 5% 下がって、ラジオは 5% 下がって、やっぱりね、メディアの歴史的転換点ってのはすごいんですよ。メディアってのは社会を変える、これはまあ教科書にそう書いたんですよ。本当に変え始めた。最初に変えたのがあった2008年の米国の大統領選挙。この時は Facebook と Twitter とも徹底してオバマさんが使いこなして、ネットを使って物理的な選挙やったんですね。で、黒人が大統領になったって意味が やっと今頃よくわかります。そして社会貢献に社会正義、そういうこと言って、そして2011年になって習近平の方でイスラム原理主義とガタ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 揺れてる。もしかしてこれが21世紀の初めじゃないのと思います。Facebook 対 Twitter。 じゃあ私もいろいろ言うとですね、 Twitter で外ボロクソに書いてくれるんだったらいっぱいを Facebook の方から書いてくれるかもしれません。 Twitter が Facebook をアメリカで抜けなかったわけ。これってね、去年の今頃アスキー総研さんのミーティングに呼ばれた時にこの話をしたら誰も聞いてくれない。いや、そんなことないよ、 Twitter が一番強いんだに何言われてですね、誰が言ったかというと問題だから言いませんけど。誰ですか。神田さんから何か言ったんですか。反論いいですかって随分反論されたんです。でもね、アメリカではツイッターかフェイスブックか抜けなかった。これは理由があるんです。これ見ていただくと分かるんですが、まあ、実名匿名ってのは日本で言ってますけど、何が違うかというと、フェイスブックってシャバ世界なんです。もっと分かりやすく見ますと、ハーバードという中心とした大学、まあ、高校もそうなんですけど、各物理的なコミュニティの学生のコミュニティの自分たちが名簿を作ったんですよ。連絡網を作ったんですよ。それが Facebook なんです。だから物理的な人間関係が背景になって、だから実名だとされるんです。これが核になってて、そしてその横にコミュニティってのがあって、ここはオープンパブリックなんですね。ネットの知り合いで、 Twitter はここが強いんです。どっちかというと物理的な知り合いというよりネットの知り合い。だからどっちかというと、これまでのネットは仮想コミュニティだと言われてたのは、ネットの知り合いと物理的な知り合いとは違うみたいな発想があったからです。そ
そしてその上に Facebook が強いのはソーシャルゲームってものを受けてて、これは仮想社会なんですよ。完全に極楽浄土の世界、極楽浄土の世界を乗っけてて、真ん中に Twitter 的なオープンパブリックな世界があって、それを根っこで支えてるのは物理的な人間関係。これで Twitter 勝てない。そしてなおかつ Twitter の優れたメニューが全部吸収した、丸飲みしちゃったの。これが理由ですと勝手に言ってます。 Facebook は社会変革を始めた2008年米国大統領選挙、黒人のオバマ大統領が天下取ったと。これ、オバマ政権の選挙参謀が Facebook の CTO だったんですね。で、当然彼は Facebook を中心に YouTube から Twitter から全部使いこなしていろいろとやっちゃったと。今はメディアの歴史的転換点なんです。さっき言いましたようにテレビが消えるんです、アナログテレビが。そして新聞がぐっと紙の新聞が劣れるんです。メディアが歴史的転換点に来てるからゆえに新しい市民社会ができるっていうのが最近の見方です。いや、大体ね、1年ぐらい前にね、ユーストリームと超テレビの時代って書いて、そのこといっぱい書いたんだけどね、あんまり書きすぎると全然そういうの売れないんでやめてくれって言われて、ちょっと抑えてユーストリームの話にしたんですが、そんなこんなで物理的なコミュニティは面白いんですけどね、大変の。でもやっぱりファンタジーの世界がないとつまんないじゃないですか、人生ってね。そういう話です。仮想社会の要素がないとこれは本当に人生つまらないと。やっぱり夢がないとダメだと。ゲームの世界観を動かす企業のブランドコミュニティで、 Facebook でどういうですねマーケティングを各企業がやってるか、これ Twitter も一緒です。完全にゲームの世界のものです。いわゆる極楽浄土の森なんです。フォードがどういうことをやってるか、2年前ですよ、4人の Facebook の友達を選ぶ、そして8チーム作って8つのパーティーを作ってレースやれって言うんですね。でレースやった経過を全部 Twitter から Facebook からブログに書きまくれって、こういうことをやった。これ何のノリかって言ったら、4人でパーティー作って怪獣を倒すノリなんですよ、彼らのイメージ。これ完全にゲームです。それからフォースクエアみたいなのが出てきて、場所に行くとパワーがもらえる、ポイントっていうですね、ディスカウントのポイントじゃなくて、それはパワーであって、ゲームのパワーであんたは力もらえるんだ、そんな意味ですね。それからメアと言われるポジションくれる、ゲームの達成感をみんな入れてる。ピザハットのピザ、2年前ですよ、あれ見てるとどんなことを覚えたか。あれね、ファームビレってあるでしょ、なんか最近のそのあれですよ、ファームビレご存じない方いらっしゃるかもしれない。ファームビレじゃあ分かりやすく説明します。なんとか牧場、サンシャイン牧場、そうあの育て芸ですね、街育てるシムシティ系 の、 あのソーシャルゲーム。そうそう、畑があってですね、広いピザがあって畑だって、その上に種まけばですね、いろんな食物が育つ。同じ感覚でですね、ピザハットが何やったかと、 iPhone 上ですよ、白いピザのあれがあって、その上にトッピング入れろと。これって完全にゲームの世界、そういうブランドコミュニティを作って彼らは展開してる。だから現実社会のマーケティングの展開の中に完全に仮想要素がうまく入れてます。それが実際の今のことです。これがそうですね、ブランドコミュニティやゲームの世界観というのがフォードのフュージョンです。そしてこれがさっきのピザハットの事例です。こんな感覚で2年前からやってる。ピザを畑にする、そうです、トッピングで種をまく、そうです、そういう感覚です。賢い、感激してですね、ぜひ本書かせてくれたらみんな断られてですね、Facebook のと関係ない、知りもしない、そんな時代がありました。今やそれがですね、いよいよテレビの時代になって、例えばこの今 Ustream とそれから Twitter で大体皆さんご覧になってると思うんですが、それは去年の話。今アメリカの連中はパナソニックのテレビ使えばですね、この Ustream のこの放送っていうのはもうテレビの上で見られます。そういうのスマートテレビ、これからですね、どんなことになるかって言ったら、音楽とか書籍とか新聞とか雑誌とかですね、アプリケーションのアップスもそうなんだけど、もう著作権なんてあんまり、完全に否定すると問題なんですね、あんまり関係なくなってサービスになっちゃいます。著作権ってのは映像のコンテンツとかああいった情報をですね、ものだとして考えるからそうなんですね。ところがサービスとして考えますと、一旦買っちゃったらみんなですね、サーバー上のクラウドで管理してて、口座管理されてて、あとは必要に応じてどんな機器で、いつどこで誰でもですね、タイムフリー、それからプレイスシフト、それからデバイスフリーでですね、取り出せばいい。今これがこっちの方向です。これ Google の最近のですね、
書籍だとか新聞だとか流れ見てると完全にこうです。機器の境目がなくなる、そういう動きです。テレビエブリフォア、テレビの映像はどこでもあるんで、いつでもどこでもどんな機器でも取り出せると。いわゆる機器とかそういう物理的なものと情報というのは完全に離れてサービス。それは書籍エブリフォア、新聞雑誌エブリフォア、音楽エブリフォア、ゲームエブリフォア。こういう動きになっちゃって、口座管理するよ。今の流れですね。だんだん境目がどんどん消えていって、これがですね、日本がいかに遅れてるかって、あんまり言ってもしょうがないんですが、あのテレビ局の人を前にしてですね、あんまり悪口は言っちゃいけないということになってるんですが、シンガポールのですね、これがスマートテレビの事例です。シンガポールテレコム、シングテレとなります。70本のテレビアプスがあって、こういうものを選びながらですね、テレビを見てます。シンガポールがこうです。韓国は2010年の3月からサムソンがですね、テレビアプスの開発コンテストを始めてます。左下のあれですか、ソフト、ソーシャル。あ、これソーシャルテレビ、それからスマートテレビで、まあだからスマートテレビってのは iPhone とかあれと一緒で、テレビの上にアップスが乗っかってるというだけの話です。そしてソーシャルテレビっていうのは、そのアップスがいわゆる Twitter であったり Facebook であったり、いわゆるコミュニケーションに使う、いわゆるテレビを仮想で共同視聴するというテレビの上にソフトウェアを持っていくような感じです。そうです、情報処理が、そうです、情報処理をテレビに持ってる。それが今の流れで、韓国のサムソンさん、あのね、フランスで一面ですけど、これはテレビから言うと混在表示なんです。ところがフランスとかドイツとかですね、今もうスマートテレビとかそういう新しいテレビってのはもう欧米に比べて非常に進んでますから、こういう出し方はやめてくれっていうふうにテレビ業界の方からですね、ガイドラインが入って申し入れがあった。ここまで進んでます。日本のテレビ業界にこんな話持ってったらですね、そんなもの聞いたこともないときっとおっしゃるでしょう。まあ、それで某社さんは Google テレビでものすごく苦労されてますよ。2画面方式、これ、まあ、アメリカではこっちが流行るって言われてるんですけどね、テレビのにはテレビで現在のテレビをそのままデジタルテレビで映す。一方でツイッターなんかはですね、手元のリモートコントローラーが iPad とか iPhone とかそちらの方になって、そっちの方にアップスを置いて、例えばツイッターとか Facebook とかそっちの方に出せばいいな。これが2画面方式。それから動画等々をどっちに出すかとか、そういうのはですね、このリモートコントローラーの iPad 等々で全部操作して、iPad にある動画をテレビに出す、テレビにある動画を iPad に出す、いわゆる AirPlay を自由に、そしてロケーションフリーも全部自由です。あのロケーションフリーってなんか最近裁判がありましたね、あんまり言うと問題なんで適当に飛ばしますが。ひどい裁判でした。それから、まあ、もうちょっとですね、あのテレビのアップスが、強力になって CPU が強力になりますと、まあ、ここまでいっちゃう。これは Xbox Live の事例ですが、まあ、テレビ見ながらですね、仲間を呼んで、こうやってアバターで見る場合、まあ、これ欧米の議論はですね、日本と比べて非常に進んでますので、まあ、どういうふうに違ってるかといいますと、いわゆる本番の放送はいわゆる Twitter 型がいいだろう、まあ、みんなでオープンパブリックで、あの沿道でですね、高橋尚子さんは昔のためのマラソンですから、わーっとみんなで応援するような感覚で、みんなでオープンパブリックでやる。しかし、見逃し放送になれば、これはやっぱり物理的な知り合い、例えば、まあ、大抵カップルなんですけども、女性2人が男女のカップルで、こういう形で見ればいい。その時はアバターで見るか、ビデオをスカイプで見るか。こんな感じがいいだろうみたいな議論になる。1個入った画面っていうのは難しいんですよね。だから1個その通信をかませるような感じになるんで、まあまあそこはリアル通信の中であたかもその放送を見てるから、まあ、ここのその権利の取り方をね、あの三菱さんがよくやられてたのは、この、ネットの中でテレビを見るっていう行為は、あ、なんていうんですかね、これはだから認めろと、なんていうんですかね、通常 の, あのテレビのこう視聴スタイルとかあの同じじゃないかということですね。だからその仮想空間の中でテレビを視聴するっていうことに関して言うと、また別の法律を作ってほしいということを非常に活動されてたのが、まあ、すごく印象的で、まあ、それが進めば、いわゆるこういうふうな画面の中に画面があって、まあ、いろんな周りにあの例えば混在させていくことも広がっていくのかなと思ったんですが、まあ、ちょっと境界が潰れたということなんで、まあ、その次の流れに期待したいと思います。これは英国のですね、あのスカイスポーツの事例です。で、英国のスカイはですね、有名なあのメディア王のマードックさんの長男がですね、会長してますんで、フォックステレビさんとしてはイギリスでこういう実験をやりながらですね、いつアメリカでどういうことをして攻めようかと考えているのかなと思います。テレビアップス、この辺真面目に書いてますよね。音声指導による番組の自動認識、これやったんですよ今 ABC は。
番組あるでしょ。番組が始まって、あのこちらの例えば iPhone にテレビアップするのかって。で、番組の音声を聞いたらですね、あ、今はどの番組かっていうのを認識して自動認識する。それから電子番組表、そして実際のですね、テレビのドラマの進行に合わせてですね、投票するでしょ、クイズするでしょ、もしボクシングだったら自動採点になって視聴者に採点させるでしょ、それをみんな集めてバーンと出すでしょ、そういうことや。あとはパブリックとプライベートな視聴をしながら、テレビというのはそもそも共同視聴するのが基本だ。それがバーチャルにやろうと物理的にやろうと同じようなもの。あとは今ね、アカデミー賞のが日本の27日にですね、グラミー賞のこれ公演が行われるわけですが、授賞式ですね。今 ABC テレビがですね、出しているテレビアップス見てみますと、裏話、タレント紹介、戦績、どの映画に出て評判だったかクリップ出してて、テレビの放送前、そして放送中、放送後、全部分けてます。そこまで進みます、アメリカは。それからあとはですね、ドラマの中で出てきた曲が気に入ったら曲を自動認識させると、アップスに。そしてすぐ販売してしまえと、 T コマース、テレビコマースをやっちゃえと。主役のですね、衣装の販売、カリナちゃんが有名でしたよね、すごくリアルクローズかなんか、ああいうことが起こったらすぐアップスの方でですね、自動認識しちゃってすぐ販売してしまえ、ないしは恋人と一緒に見てんだったら買わせちゃえみたいな話です。製品のカスタマイズ、色の変更とか 3D 表示、これはですね、ジェネラルモータースがリンカーンでこれからやろうというので発表されてますけども、広告連動型アップスなんですね。広告で例えばトヨタならトヨタさんの車の広告があると、それが終わったらですね、自動的にその広告がですね、日本だったらデータ放送を使えばいいと思うんですが、アップスを自動的にキックして、アップスが自動的に立ち上がって製品のカスタマイズ、色の変更、 3D 表示等々ができる。まあ、アバター姿での案内とか社交ショッピング、こういうことも考えられて、これはバービーが考えたんですね。待ってるから、バービーって例のリカちゃんのライバルです。やっぱり私ね、バービー派で、やっぱりね、セカンドライフやってるとやっぱ金髪の方がいいと思うんですよ。そう思うよね。まあ、リカちゃんのライバルでですね、バービーという待ってるがですね、言ってるのは、いわゆる彼らの広告ではこういう形でやりたい、テレビの上にこういう形で人形が出てくるんだと思います。アバターです。まあ、こんなでですね、最近のスマートテレビってのは単なるテレビだけじゃないですから、もうありとあらゆるですね、デバイスをですね、これ青い丸がですね、これが映像で、赤い丸がアップスで、どこに映像をどう見るか、どこのアップのモバイル機器にですね、アップスをずらす出すか、それがどんでも自由になるように、これが今の方法です。全然こういう話知らないでしょ。これが今の背中のあれですよ、方向なんですよ。2011年のですね、米国の家電見本市、それ以来こういう議論です。インターネットを介すればですね、一体どこ行ったってテレビの視聴ができます。それは手元の動画でも構わないし、現在実際にテレビの方でですね、放送しているものをインターネットを経由して、いわゆるロケーションフリーで見ても構わない。いわゆるロケフリーのテレビというのは、ソニーさんの2005年2006年に大ヒットしたものをですね、テレビ局に遠慮して生産は中止されてますけれども、すでに米国の家電ショーではですね、ウェブスリングと言われる新しい製品が非常に注目されてきて、もう日本ではすでにそれが上陸してですね、もう代理店ができてまして、この2月から販売されてます。多分一部のですね、いわゆるロケーションフリーのテレビの事業をおやりになってた会社さん、今度はアメリカのですね、こういったものを使ってやる可能性またあります。これは裁判ではああいう結論が出てますが、ダメだと。それは著作権法が違反だから。ところがですね、これもしアメリカ製のですね、こういったものの上でですね、そういったロケーションフリーのですね、テレビをやったとしたらどうなるか。これもし裁判所がですね、ペゲだって言ったらですね、これアメリカ怒りますよ。なぜかというと、アメリカではすでに AT&T とですね、ベライゾンコミュニケーションでこれや、どん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 やってますから。なぜ我が国の製品を日本の裁判所はですね、ペゲというのか。これは非関税商品だみたいなことを多分言ってくる可能性があると私は思っています。したがって現在のですね、いわゆるテレビの見方、ないしはそのいわゆるロケーションフリーのロケフリのあれですね、マネキテレビさんみたいなことに関する現在の裁判所、現在の判断というのは極めて流動的だ。 2,3 年でひっくり返る可能性は私は大いにあると思う。これは可能性の話です。だからあんまり固定的にこういうのは考えない方がいい。
Twitter とか、Facebook の会員たちがそのセカンドスクリーンとしてのということなんですね、その方向性。だからこれはどっちかと言いますと、ロケーションフリーですから、外行って海外に行ったら、旅行先で見てるわけで、当然言いますと、当然、Twitter、Facebook はですね、セカンドスクリーン側に全部出して、なしは映像もセカンドスクリーン側に持ってきてて、そして、同時に Twitter を見るというような形です。ソフトバンクのね、その社長の前で、ね、S1 グランプリってやってたんですけど、あれはもう完全にこう動画配信しながら、下でやっぱツイッターがこう動くようなアプリを開発されたりしながら、割となんかそのようなことされてましたよね。手元のところで、テレビとは違う舞台裏がセカンドスクリーンとして映ると。で、それを見ながら、しかもツイッターしてるっていうようなことで、舞台裏とテレビの本番と、それに関してつぶやいてる自分がいるという、そういうスタイルです。だからね、マルチメディア放送なんかマルチメディア放送ご存じないかもしれないですね。今度7月24日にアナログテレビがデジタルテレビに変換されるとですね、周波数が開くんですよ。そこをモバイルテレビ専用に、開きまして、いわゆるマルチメディア放送というものが新しいサービスが立ち上がります。そこではですね、そういうことを考えてます。非常に面白いです。終わります。ちょっと最後テレビ側にちょっと寄りすぎたところがあったんじゃないかなという気がするんですけど、私一応テレビに属してはいるものの、全くテレビがど真ん中と考えている人間じゃなくて、むしろ一度多分クラッシュ&ビルドした方がいいんじゃないかなと、ちょっと危険な思想を持っている方です。で、今例えばいろいろとこう、Facebook もそうなんですけど、 Facebook がそのゲームというものをうまく取り込んで、ツイッターもうまく取り込んで、いわゆるさっきのテレビの中のアップスのような感じで存在してますよね、今。でその特にスマートフォンの中で Facebook を叩いてるとよくわかるんですけど、言うとそのゲームがですね、思わずこうタップしたくなるようなこう UI になっているというか、感覚的にこうユーザーをこう動かすような仕組みをうまいことこう取り入れて、そういうふうな人気、言うと例えばそのファンビデというですね、なんですかね、枯れてるからちょっと手入れしなきゃいけないというふうに思わせる何か仕組みであったりとか、なんかギフトが届いた、あとそれからなんかアイコンがパッと出たんで、なんか触らなきゃいけない、なんかそういうなんかもともと人間がこう持ってる、ちょっとこう、なんかこう引っ掛けるこうコツというのをうまいこととこう取り入れながら、そういったサードパーティーをこう多く有してるそのフェイスブックが今一番盛り上がってるっていうようなところもあるんじゃないかなっていう気がしてるんですけど、国西さんはもう特にいわゆるそのミクシーであるとか、特にグリーであるとか、はい、ボバゲーであるとか、35以上 のソーシャルアプリを開発されて、提供されているということなんですけど、どうなんですかね、割とそのソーシャルアプリとして、やっぱ Facebook っていうのは、やっぱ非常に、なんかどういうふうに見えてるのかって聞いてみたかったんですが。Facebook? はい。多分、ソーシャルゲームでいうと、多分世の中2つあると思ってて、Facebook のそのソーシャルゲームっていうのと、モバゲーとかグリーとか、のソーシャルゲームは多分全く別物なのかなっていうのはすごく思ってて、で、特にさっき言ったなんかこの、最終的にはどういう感じでビジネスにするかっていう感じのところっていうのが決定的に違って、なんで、要するにモバゲとかグリーンの方でそのみんなユーザーがやるところの理由っていうのは、それになく大きいのはやっぱなんかこう、時間潰しが一番多いけど、最終的にそのみんなのモチベーションってやっぱこう見え、なんかこう現実の世界のところだったらそんなにこうみんなから、そんな素敵な感じでもないけど、でもここの世界だったらすごいみたいな、だからなんでそのデジタルアイテムにそんだけ金払うかみたいな感じのところとかで、よく普通にこの釣り竿みたいなやつのところに1000円払ったりとか、なんかちょっとした鎧みたいなやつとか、なんか競馬の馬みたいなやつに5000円払ったりとかって結構ザラにあるんですけど、そこのところっていうのも割と人間の見え的な、だから実際 その社会のところとかでも、服とかでみんなユニクロで買ったらいいのにから、なんかね、それなりのところで買ったりするみたいな、とか車買ったりとかっていう感じのところとかでも、やっぱり家とかでも、やっぱりいい会社とかいい学校とかでも、やっぱりこういう感じのものをやってる自分が認められたいみたいな感じっていうところが、現実の社会であって、でそれと同じような感じ、このゲームの中だったら俺はすごい、みんなから認められるみたいな感じの自己満足って感じのところを喚起するみたいな感じのところでのなんかこうバーチャルグラフみたいな感じのところのモバゲとかグリーとか、オンラインゲームとかそういうところがあって、でそれに対してFacebookとか、ミクシーも多分そうだとは思うんですけど、そっち側の方っていうとやっぱり
なんか特にうちの会社のなんか外人とかがこう Facebook のやつとかであのゲームやってておーとかって思ったのが、なんかこうシティビルとか延々とこう仕事中やり続けてるからなんでかなとかって思って、ところも何おもろいのとかって感じて言ったら、なんか昔のなんか20年くらい前の高校時代くらいのなんか彼女みたいなのがなんかこういるみたいな、でその子がなんかこう世話してくれるからなんかちょっとその子になんか送るみたいな感じとかっていうところでなんかこう、ビジネスが成り立ってるみたいな。だから割とやっぱりそのソーシャルゲームとかって感じで言っても結構今2つが混在してるかなって感じで思って、実際その通常のオンラインゲームとかそのなんか MMO みたいな感じとかもお化けとかグリーンみたいな感じのところの基本的に知らない人っていうのと遊ぶっていうところのそのソーシャルゲームっていうところと、本当に今知ってる人とのコミュニケーションの延長みたいな感じっていうのが2つ大きくあるのかなっていうふうに思ってますね。もういきなりあれなんですよね、こう入った時点でこうコミュニティに属してるんですよね、うん、なんかあったじゃないですか、あのマズローのあのこう欲求のね、はい、あれでいくとなんかその帰属する欲求みたいなのがなんか下の方にあって、でなんかあの承認されたいっていうのが次あったりしますよね、うん、でそのなんかあのカイトロワイヤルとかああいうのも一時期ちょっといろいろとやってみようと思ってこうやってみたんですけど、まあ言うとその仲間助けてプレゼントもらってみたいなところで結構割とこうなんか承認されてるというか、自分がなんかすごくこうあなんかこうその世界の中でこうなんか割とこう認められてる感っていうのがあったりして、でなんか自己実現っていうところで言うとそれでなんかこうお宝コンボみたいなことがあったりとか、なんかちょっと階級が上がったりとか、なんかうまい具合になんかこう人がこうやりたいことっていうのがもうまんまその中にこう置き換えられてるようなところがあって、そこをつついてるような構図なんですかね、だと思いますね。ちょっとこう俯瞰してみるとすごいこう面白い仕組みになっていて、でそれまたこうツイッターとかで自慢すると、なんかますますこう増長されていくような感じ、それをそのまさにスポンサーがそのやり方をこう習ってあの入っていこうとするみたいな構図が、あのですね、先ほどは山崎さんのお話を言うと企業は完全にそれです、でゲームの世界観で走ってますね。そうするとブランドコミュニティが作れるんですよ。だって今までコミュニティ作れなかったんですよ、企業の製品なんかで。ゲームの世界観使うと作れちゃうんですよ。あれはすごいです。須田さんはやっぱそのあたりってどうですか？買収が成功した例もあるし、買収して失敗した例もあるけど、どうやらソーシャルメディアとかネットみたいなものの取り込みっていう、あとは連携みたいなものの効果的なやり方っていうのが彼らも模索してきた中で、それがもうほとんど見えつつあって、実はそのテレビってこれからいけるんじゃないかっていうものにアメリカは今来てる。で、まあ、一方であの日本ってですね、まあ、小田さんが今まで例を挙げたまででもなく、まあ、著作権やでやら何やら、まあ、あまりにも宗教的すぎて、なかなかネットの取り込みっていうのが進まないっていう状況があって、ここはちょっと違うしだろうな。例えばさっきのそのロケーションフリーにしても、日本はもうあの、まあ、ロケーションフリーをね、ああいう最高裁であのやっちゃう、あんな形で否定してしまうぐらいの、まあ、でもない判決だと思うし、ああいうのを、ね、広くやっていったら、もうクラウド型のサービスってどうするのって、まさに今日は経産省の審議会の中でも、その人が、いやー、やられちゃったらもう本当困るよね、みたいなことを言ってたりもするわけですよ。で、ああいう、そういう数のね、著作権保護みたいなものっていうのとかが、萎縮効果を、サービス開発の萎縮効果を招くのかみたいな、本当に招くのかっていう議論もあるんだけれども、でもやっぱりそれは間違いなく、やっぱり日本の今のコンプライアンス重視の社会ではあるし、でそういった中で、じゃあ、なんでじゃあ、今回の世界に変わらないサービスが出てこないのかっていう議論とも、すごい通じる話だ。で、まあ、その中であのテレビだと面白いのことはスパイダーっていうのがあるんですね。スパイダーっていう、まあ、アナログとか地デジとか全部録画して、それをあの1週間分録画して自由に見れる。でそれ今アナログ版のスパイダーは普通に販売されてますけど、あれをあの家に置いといて、でそれを例えばスリングボックスとかロケーションフリーと組み合わせると全部外で見れるんですね。パソコンとかクライアントで録画したものが、あ、あの例えばツイッターでこの番組を
やってた、あ、話題だったのか、あ、NHK のニュースでなんかエジプト情勢のニュースやったらしいよ、あ、でも見逃したっていう時にスパイダーがこう全部ちゃんと送ってるから、あ、見たいと思ってパソコンとか、あとはスマートフォンとかでパッと検索して呼び出してみればこんなに最高なことはないわけですよね。そういうことを、まあ、今だとスパイダーとあのスリングホークスを組み合わせると、まあ、頑張ればできるわけです。できるわけだけど、今度新しいその地デジ版スパイダーが開発されて、それ実はもう、あのもう iPhone 対応してるんですよ。スマートフォン対応してて、アプリはもう開発できてて、全部その、あの外へのストリーミング配信機能のスパイダーの地デジ版であるんですよ。あるんだけれども、でもこれ発売、地デジ版のスタート、地デジ版スパイダーが4月に発売されるんですけど、そのアプリは利用できないんですよ。なんでかっていうと、アライブっていうところの規定があって、それをあの外へのストリーミング配信機能を認めないから、放送局とメーカーの取り組みがアライブっていうところで、そういうところでのすごい無駄な制限があるから、そんな便利な環境があって、もうそれがビジネスにもつなげないし、アプリのリリースしかできないみたいな、まあ、過度な人の方法っていうところが、まあ、そういうニーズだとか見方とかのを、もうすぐダメにしちゃったみたいな、そういうこともあるっていう、まあ、本当にこれどうするんだろうなっていうのは、すごい本当に正直僕は愚痴みたいなところであるんですけど。すごい音楽のまさにそういうところに、ね、取り組んでいらっしゃいますよね。で、ただ、報道テレビ局もじゃあもうこのまま日本テレビダメなのかっていうと、ちょっと空気変わってきたなっていうのは明確に僕タイミングとして覚えてて、最近出したウィキリークスの協調の方にも書いたんですけど、日本だとやっぱり11月6日なんですよ、去年で。何の日だったかっていうと、ウィキリークスをクローズアップ現代で取り上げた日が11月6日 で、その取り上げた3時間後、4時間後ぐらいに尖閣ビデオが YouTube に流れて、あれはね、やっぱ本当に日本のメディアの転換点だなと思ってて、あれで日本のやっぱテレビ局の報道とかプロデューサーとかディレクターがやばいと、今までネットっていうのは、まあ、やっぱり自分たちが情報を出してそれをトップダウン出していくっていう情報の流れがあったっていうものが、もう自分たちじゃ全くできないような、そういう国家規模ぐらいの、ね、スクープっていうのはネットに先に出てきてそれを後追いするみたいなっていう、明らかに自分たちの決意に火がついたっていうような、そういう風にやっぱりすごい考え方が変わったっていう人もいて、あの辺をやっぱり境に NHK とか富士とかまたね、この取り込みとかソーシャルメディアの取り込みっていうのを相当意識的に始めていて、僕はあの、まあ、どこまで、まあ、日本なりのやり方でしかできないので、アメリカみたいにドラスティックにはいかないだろうし、 Google TV まで Google TV に行こうかって言ったって、そしたらじゃあアクトビラどうするんだろうみたいなね、そのまさにあの日本的団子の産物でできたようなアクトビラみたいなものをどうするんだって問題はあるんだけれども、まあ、でもそういうふうにいけないかもしれないけれども、テレビ局はテレビ局でちょっとずつ変わってきて、見逃し視聴みたいなもんだったんで、あの別に今だったら有料で撮ろうとか、別に何なら見なくてもいいみたいな話とかあるわけですけど、でもそういうもんだってあの Facebook のファンページの中でじゃあ見逃し視聴とかやっていこうみたいな取り組みも始めているような番組もあったりもするので、まあ、ちょっとずつ多分日本のテレビも変わっていくんだけれども、ドラスティックにはいけないだろうからまあなんかどうなんだろうね、焼け石の水みたいに水みたいになるのか、それとも今年ね本当に大きな地下鉄セットが起きるのかっていうのは、まあ、これはちょっとわからないっていうことですね。多分無理だろうなっていう感じがするしつつ、まあ多分無理だろうなと思いつつ、まあ、でもあのまた日本の場合相対的にやっぱりテレビっていうものがすごく強いので、そこはだからなんかあのアメリカとの単純比較ができないなっていう。でまあなんかあのちょっと話のまとまりはなかったんですけど、あのテレビのやっぱ強さってすごくネットサービスの増加っていうのがすごく関係あって、これは Facebook にしても Twitter にしても向こうの人に話を聞くと、日本だけユーザーの増え方がすごい特殊なんですよ。普通は大体もうこういうカーブでいくんですよ。日本ってこうなんですよ。これはもうなんかなんでこうなんだって言って向こうの人みんな不思議なんですけど、これ理由明確で、要するにもうテレビですよ。クローズアップ現代だ、ワールドビジネスサテライトだ、知りたがりだみたいな、うん、っていうんで取り上げるとガッて増える。ツイッターの初めのワイルドは、ね、一番最初はワールドビジネスだった。あれはすごいありましたね。あれはもうあそこで100万200万とか増えたんだとか、あとツイッターも去年ってずっとニールセンのオンラインのデータが出ていて、であれって大体去年の5月ぐらいで1000万ぐらいできたんですよ。でそこでずっと半年ぐらい停滞してたのが、去年の秋9月ぐらいからまたガッて伸び始めて、でそれもやっぱ8月31日のクローズアップゲームのツイッター。でそれでまた年末に伸びたんです。何かっていうと、大物見をこう、出せに行って、今1400みたいな。え、それで伸びたんですか？というね。そういう、やっぱりなんか、うん、いや、テレビで取り上げられるっていう、情報番組とかで取り上げられるっていうので、ガッと伸びるっていうのは、これ、本当に日本にしかない傾向らしくて、でこれはでも、あの
それだけまだ、まあなんだかんだ言ってテレビもやばいだろうし、アナログテレビが、アナログの放送が止まってしまったら、まあ、相当テレビをしている人も出てくるだろうけれども、まだまだテレビの力が強い。まあ、その力が強いうちに、どういう転換を果たせるかっていう感じが多分重要なのかなっていう、ちょっとまとめっぽい話になっちゃいますけど。YouTube の尖閣の映像が出た時に、あれ、思い出が綺麗だったんですよね。そう、うん。それがテレビで流れた時に全く違和感がなかったっていうことが、ちょっと2つ目のショックで。僕もすごい衝撃で覚えてて、覚えてるのは、あれ、多分飲んで、あの日って僕飲んでて、で、家に帰ったのが1時か2時ぐらいなんですよ。1時か2時ぐらいで、ああ、もうでもちょっと風呂入って寝ようと思って、風呂入ったんですけど、風呂になんかたまたま、風呂でじゃあ Twitter 見ようと思って、iPhone を風呂に持ち込んで、Twitter のタイムラインを見ていたら、そしたら、尖閣がすごい声が出てるみたいなので、超タイムラインが話題になって、で、それでリンクを、YouTube のリンクを iPhone にクリックすると、そしたらもう、YouTube そのまま iPhone に見れるじゃないですか。そしたらすっごい綺麗にバーッと見れちゃって、未来来た結構これは未来だなと思って、Twitter でそれを知って、ワンタップで、その、本当に無線LANとかだから、もう5秒後ぐらいにはもうあの綺麗なやつがバーッと見えて、で、なんかなかなかぶつかんないなと思って、こうやって飼育してみることもできるし、そうですね、なんかね、本当に、あ、これは本当になんか時代が変わるっていうふうに、風呂場で僕は、それをガリレオ・ガリレイのように僕は確信したんですなるほど、飛び出したというね、はい。あれですね、だから革命テレビが始まった時にすごく一度ちょっとがっかりしたのは、あれでなんかやっぱりそのネットの映像をまたテレビに焼き直した時になんかやっぱ不鮮明だったり、何かなんかやっぱりこう砂が、ね、砂の嵐になってたりみたいなものを改めてこう伝えちゃったようなところがあったような気がしていて、でそれでいくと、まあまあその YouTube っていうちょっと別の世界ではあるものの、今までだとなんかそのネットで流れてる映像をテレビに流しましたけど、ちょっとこう荒さが目立ったりしたようなところがあったんですけど、あれだけ大きい画面でフルスクリーンで見せてもなんかこう全く違和感がないような、それがスクープで流れてると思うんですから、しかも YouTube で流れてる映像だということでみんなに認識されたっていう、まあやっぱそこのこうシフト、パラダイムシフトがあったのかもしれませんね。でそのウェブニュース、ウェブで流して置いたものが普通にやっぱテレビのいわゆるその HD の大きな画面で見てる人たちにも受け入れられるという、ことなのかなと。テレビ局って今のテレビ局って変われると思います。上からやるしかないでしょうね。ああいうところってのはね、中国といあんまり言うと無理ないよね。広島にはっきり言っていわゆる五層船団なんだけど、どう見ても用地産業主でしょあれ。要するにね、自立してないんですよ。もうちょっと深く考えれば、確かに見逃し放送と本放送とはカニバレするかもしれないけど、これが未来だったらイギリスとかドイツとかフランスのですね、欧州の連中って言ったらテレビ局自体がスマートテレビの基準を作って、ドイツなんてのはバンクーバーオリンピックに話してるわけですよ。これやらなきゃいけないと。イギリスは例のロンドンオリンピックを2012年で、2012年が地デジなんですからね。それに間に合わせてイベントしようとしてるわけですよ。これちょっと BBC があったんですよ。私はドイツ、フランスは放送局自体があったんですよ。まあ、アメリカはああなって逆にやってるけど、そうは言っても彼らはちゃんと賢くて2画面方式でこっちの方にアップスをいっぱい出してやってると、アップルと組んで。日本はそうなったらどうするかって言ったら、当然あれですよね、上から変えるしかないですよ。要するに政府ですよ、役所ですよ、やれって言うんですよ。そうすればやらざるを得ないでしょ、おそらく。そう、面白いです。お前できますかね。まあですから、だから批判が出てくるわけ。例えば、地デジをやったの。いや、でもね、でも、ごめんなさい、反応するわけじゃないんですけど。出てこない？いや、僕はね、出てこない。ていうかね、つまり、総務省はね、そこまでの政治力があって、それがちゃんとユーザーの状況とか、この状況を見てできるんだったら、もうとっくに地デジのコピー制限は、グラビング10みたいな、あんな誰も知らせにならないようなコピーがあるとなって、とっくに EPN になってたと思うんですよ。だって、事実総務省は EPN にしようとして、動かしてたのに、いろんな、まあ、曲折があって、結局、グラビング10みたいな。なんかね、それのなんか官僚、他のトップダウンとか外圧だったらあるかもしれないかなと思うんですけど、官僚主導は無理じゃないかなっていう感じでちょっとするんですよ、今ですね。政治主導で一括にある。だから周りは全部ね、あれなんです。グローバル社会の中で日本だけ孤立してるんですよ、テレビに関しても。うん、韓国はもうスマートテレビやってるでしょ。オーストラリアはバンバンやってる。ソニーのブラビアってのはあるんですよ。欧州の、ABC 放送、公共放送だけど、あそこと組んでですね、バンバン出してる。ヤフーコネクトテレビですよね、うん、
で、サムソンはいわゆるそのテルストラと言われるもう CATV のナンバーワンのところでやってる。もうそうなってて日本だけですよ、やってる。だってパナソニックとかね、向こう YouTube 見れるテレビとか出してたら日本出さないんだって。そうそう、だってこのユーストリームのこれだってアメリカのパナソニックで見たらテレビで見えるんですよ。テレビの画面上で Twitter もビューブって言ったらできるんですよ、ね、そこは言ってるんですよ。結局その日本だけっていう構図がもしかするとそれで革命が起きるとするならば、その今だからやっぱそれが一番近いか、ね、あの周りが見えるっていう意味で言うとやっぱその Facebook ってあるわけじゃないですか。でやっぱその今、6億でしたっけ、6億を超えてで、まあ、10億を目指そうとしていると。で年間で2億増えてると。でそういうあの大きなやっぱソーシャルネットワークサービスの中に、まあ、日本人もだから今ちょうどあの映画が影響してですね、だから今あれですね、なんか急増して1月下旬で450万人超えしたとかですね。でまあだから何ですかね、まあ言うと Facebook の中にどん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 波に入っていくことで世界がいろいろともっと便利だっていうことが見えてくると、うん、もっとなんか日本ってサービスそうなのなんていうところが、まあ、あの今回のあのまあいろんなねアラブのあの周辺で起きてるようなこう革命みたいな感じでですね、もうちょっとなんかこう面白いあのいわゆるそのソーシャルネットワークサービスっていうものがいろんなあのテレビの映像であるとか音楽の話やとかこう巻き込みながらもっともっと面白い使い方ができるっていう、まあ、一つの提案をだから外から与えてくれるのであれば、なんかそういう気づきをもしかするとそこにあの鍵があるのかもしれないっていうのはあったりするのかなっていう気がするんですけど。だからその佐々木卓球ね、山崎さんの話で、はい、テレビの見逃し視聴ね、まあ、アメリカはそれをあのうまくすごく無料であのドラマの1週間ずっと見逃しをして、それでその世界観から外れないようにした、うん、まあ、たまたま見れなかったけど1週前までは見れるようにして連続ドラマを見させるっていうことに成功して、無料で見せて成功するっていうのをやって、日本がいつまでたってもそれができなかったっていうところで、なんかそこのテレビ局の意識の議論って実は全く同じようなことが20年前かな、20年前ぐらいに起きてて、それ音楽で起きてて、視聴機あのバージンメガストアが大使から日本に入ってきて新宿のマリの地下にできた時に、あれで日本で初めて視聴機って置かれたのがバージンメガストアだった。あの時に視聴機を置いてくる、買わせる前の CD を聴かせるっていう時にレコード会社みんな大反対してます。で理由はテレビで、そんな買う前に聞いたら買うやつがいないだろう今考えるとすごい時代遅れでしょ。今はお金払って視聴機に入れてもらってるんですよ、メディアになるからっていう理由で。そんなようになってるのに、そういうようなのがやっぱり多分日本ですね、まず否定から入る。その時のなんかいろんな教訓っていうのを全くテレビ局はまだ学んでないなっていう。これもうそのクラブの VJ もやるのであれなんですけど、海外だと DJ っていうのは音楽を紹介してくれる非常にありがたい存在だったりするんですよね。でそこから急にやっぱそのあのメガヒットが生まれるってこともありうるので、むしろレコード会社からするとどんどんかけてくれるというようなそういうような流れになったりするんですけど、日本で DJ がなんかそういう地位にこう立てないというか、なんかそういうふうな感じに取られないですよね。なんか同じようなことがあるのかなという気がするんですよね。今ね、視聴というあのユーストの番組でドミューンという人気番組なんですけど、ドミューンで取り上げられた超動くんですよ、すごい売れてる、ものすごい宣伝効果。でも宣伝効果になってるけど、日本の著作権法をね、着手状況解釈すればグレーですから、もう下手すりゃあれもう本当に運営者のお母さんはいつ逮捕されてもおかしくないし、実際音楽業界の中に逮捕しろって言ってる人はいるんですよ。本当どうかと思いますよ。ジャスラックのあれは、あれなんですよね、あのユーストリームは OK なんですよ。他の権著作権はクリアしてるけど、原版権っていう音源そのものの権、隣接権っていうのはクリアしてる。あ、そうですか。もう一番詳しいところですからね。ジャスラックね、友達が理事にいましてね、この前やったらぶん殴られそうになってね、お前らが大体ねってあの日本の音楽を潰すんだと、もうすっかりそんな感じですから、いや、あまり後で相当こう、大体なんか、なんかあれって、あの人がなんか大体絞られて、争ってらっしゃるあたり、争ってないですよ、僕は敵だと思ってないんですけど、いや、ジャスラックは別に僕、敵じゃないですよ、向こうは敵だと思ってると思いますけど、ジャスラックはまあ、話分かりますか。まあ、だってニコニコ動画だって早いとこまず5億のみ、ね、本当にそうなんですし、ね、ニコ動画やっぱりこれだけテレビがね、そういうネット対応を遅れてネットに対してね、やっぱ取り込みが遅いとニコ動一人勝ちになっていくんですよね、これまで。だってそんなものに絞られないで、どんどん自分たちでコンテンツ作ってで、どんどんタイムシフトで、いずれこんなものアプリとかでタイムシフト見れたりとかするようになるから、そんなもん、いわゆるスマート TV が取るような市場っていうのも全部ニコ動画取ってきますよ。だからどうなるかって簡単なんですよ。美しくてね、大きくてね、で茶の間に素晴らしいシアターができたってやっぱり思ってるんですよ。2519万台売れたんだから。でところがですね、あれに映るテレビが本当の本物のテレビかどうかってのは非常に国家で疑問になるんですよ。下手してニコ動さんがですね、アップスをですね、モバイルからテレビにてみんな作りまくったらどうなるかって。若い
連中みんなその美しい大きなですねテレビの上でニコロを見てんじゃないか。これは大いにあり得る話ですね。別にテレビ局は変わらなくてもいいみたいな。いやだからどんどんあれ広告費は下がるわけですよ。みんな見ないと。そういうことでやっぱりこう総務省とかがわざわざこう動く必要もなくて、僕とかやったらどうしても会社やってるからこうビジネスのチャンスのとこ的に見ちゃうんですけど、結局総務省とかがわざわざやって日本のテレビと関わる必要もなくて、普通にそのテレビのところ自体のスマートテレビっていうのも別にこの iPhone とかと一緒で、もともと携帯電話になんかインターネット載ってたやつがなんかインターネット端末にこうただ携帯か電話がおまけでついてるみたいな。だからテレビ自体にこのそのスマートテレビ自体のところテレビ自体まあ受信できますよぐらい でそれ以外のなんかもうインターネット端末にしちゃったりとかして、その上のところ端末自体のところでも売れるし、スポット上でもそのコンテンツみたいなところでも売れるし、だから今のテレビのところ余計なことをその人がしてくれへんかったら僕らの方がこう取れるチャンスが山ほどあるみたいな。そういうだからインターネットに流れちゃう可能性があるわけです。テレビ局が保守的だと面白くないと。これまでによく議論があって、例えばフランスのテレビ局が何やったかって言ったら、いわゆるアップス、テレビの番組連動型アップスに関してはテレビ業界に許可がいるっていうのを決めたんですよ、ガイドラインで。でもこんなことしたら日本はね、大騒ぎになります。だってニコ動を見てる連中誰もいなくなるもん、テレビ面白くない。アップスをテレビ業界が管理して許可がないから作っちゃいかん。どんどん何が起こるかっていうのは簡単ですよ。インターネット行っちゃいますよ、みんな。だから美しいその茶の間のですね、2519万台売れたあの上で何をみんなが見るかですよ。さっきも楽屋で山田さんの話に入れなかったんですけど、大学生は本当に今テレビ持ってないですからね。まあせいぜい持ってたとして携帯の満席で、そういうサッカーの代表戦とかライブで見るものにしか価値がないようなものを見るか、ただテレビ番組は見てるんですよ。それは YouTube で検索して見る、もしくはそれで検索しきれるものを見るっていう形でも見るか、テレビっていう受像機を通して見るっていう体験はすごく少なくなって、で彼ら何を見てるのかって言ったら2個で見るんですよ。もう本当に大学でいろいろゲストで授業やったりとか、大学生と話すと本当に女の子も男の子も2個で見てる、多分本当にテレビ業界の人が思っている以上に見てるんですよ。もうデートとしても出てますね。そうそう、数字的に言うとですね、ニコ動さんが発表されてるのは大体20代の6割が見てると、うん、一方で NHK さん のこの前のですね、5年おきに行われている例 の生活文化研究所さんの調査だと20代の2割はテレビを毎日は見てない、だから2割見てないんです、 NHK さんの調査では。で、6割ニコ動見てる。だからこれが進めばどうなるか、新聞と同じでしょうけど、うん、新聞というのはそうですからね、20代の読んでるのは20数パーセントで、30代で読んだら30数パーセントでしょ。だから今もう紙が滅びるぐらい読んでない。じゃあどこ行ってんのってのはニコ動とかそれネット行ってるわけで、儲けられてる、うん、これからもう勝ち組になる一方ですよ。そうですよね。なんかだからこういうのも知らないテレビ局だとのんびりのんびりしてくれればくれるほどなんか取れる仕事が大きい。でもあとやっぱ思うのがその何ニコ動とか YouTube とかって感じのところっていうから、やっぱりまあ基本的なメディアの部分ってところだと、やっぱりそのアメリカの方、僕ももともとテレビでドラマ作ってたんですけど、やっぱりアメリカの方と日本決定的に違うのって、アメリカの方ハリウッドがそもそも買ったからテレビが出てきた時に、だそもそも彼らってもうコンテンツ企業みたいな感じで、その自分らの持ってるコンテンツを別に映画で流してもいいし DVD でもいいし、別に何テレビでもいいしネットでも何でもなんかこう流せれる場所が増えれば増えるだけ元のそのコンテンツ自体っていうのに価値が上がるみたいな、うん、けど日本のテレビってコンテンツ持てないですよね、うん、だからなんかやっぱりテレビ局買収みたいなのと企業の時とかでやっぱり堀江さんとやっぱ三谷さんとかだったらやっぱり堀江さんの方がかなり分かってるなと思うのが、結局三谷さんもコンテンツが欲しいみたいな持てないですからね、テレビ局で。堀江さんの方がリーチだけが欲しいとか、そのね既得権だけ、その電波の利権だけが欲しいみたいな感じの、やっぱそこっていうのは結構大きいかなと思って、で特に今ソーシャルゲームとかやっててもすごく思うのが、そのコンテンツ作るっていうところの結局コンテンツの制作費っていうところってどこから来るかっていうと、将来の収益見込みっていうところから、このくらい儲かるからこういうのを作るみたいな、だからやっぱハリウッドの方とかだったらやっぱあれだけ儲けれるような仕組みがあるからこれだけ予算かけれるみたいなって感じで、そのテレビ局の今問題で言うと、今の結局広告の視聴率をしてくる中で結局今までみたいな金かけられない、お金が入ってこないからって感じで、どんどんコンテンツがチープになってプアになってきてみたいな感じで、完全デフレスパイラルみたいな。だから多分ここ抜け出すって感じで必要なのは、やっぱりそのハリウッド型みたいな感じで結局コンテンツしたいっていうところをもう全世界中で
を見れるようにするみたいな、だからもう全世界で広く種を取るみたいな感じのところっていうのが結構重要になってくるかなとは。だからアメリカのハーフネットコンポストとかでも、ああいう系のメディアもやっぱ成り立つわけだから、やっぱり世界中のところのコンテンツ、別にね、ギリシャで作ったドラマでもいいし、イギリスでもアメリカでも何でもいいし、世界中のそのコンテンツって感じのところっていうのをかき集めてきて、それを紹介してこうやるみたいな番組みたいなやつ作れば、結構簡単にテレビ局を超えるようなやつ作れる可能性があると思うんですよね。まあ、津田さんもご存じかもしれないですけど、テレビもだからいろんな、例えばネットに回したいんですよね、どちらかというと。守りたいと思ってるかというと、別にそういうわけではなくて、でただ一方で、その先に、まあ、いわゆるその事務所さんというか、もう非常に強い存在がいらっしゃる。ホリプロさんの悪口ですか？具体的にはありませんが、とにかく、もうそのウェブにその顔が出るだけで、とにかく加工してくれっておっしゃるような事務所さんは、まあ、やっぱいっぱいいらっしゃって、で結局その著作権って何かというと、その権利者保護なわけですから、こちら側としてはできるだけそれを使いましたわけですから、 あまりそちらの方には触れたくないわけです、実はね。なんですけど、やっぱりそれをさあ、じゃあネットにぶん投げようかとした時に、いやもうあの権利かかってくる。でもそれは皆さんを保護するための法律であって、そこを逆に言うと、そうじゃないよと、このコンテンツはどうぞ使ってくださいよということになれば、それは逆にいいようです。で、韓国とかで割とそういう話なんですかね、自分の、取ったその放送局で取ったものを資産としてすごくやっぱそのネット上で吐き出していけてるのは、あれものすごく放送局の力強いんですね。もともとそういったこう権利っていうのを、まあだから日本とか全くその事務所との立ち位置が違うというか、買い上げてるようなところが、やっぱ歴史的なところで違っていて、日本の方が、まあ、何かとやっぱりその、まあ、基本的にはまあ事務所さんの影響力も大きい業界になってきてるっていうところが一つ大きなポイントになっていると思います。山崎さんがいじくも武装戦団って言ったのが本当にそうで、はい、結局だからテレビ局とかそこでじゃあ番組制作を考えれば、要するに地方局どうするかって話だと思うんですよ。地方局、まだキー局はそれでもね、やっぱり基本的に制作会社と一体化しているところも多いし、まだ僕はまだテレビ局には制作能力があると思うけど、でも地方局はやっぱそんな体力がないわけですよ。その体力があるけれども、この日本独自のこのキー局で全部で成立してたって時に、キー局がね、地方局全部切り捨てられれば、まあ、多分もうちょっとね、経営もするようになるだろうし、ネット対応とかもやりやすくなるところもあるんだろうけれども、まあ、そんなにいきなりね、それこそなんか何に自殺者が出るんだみたいなね、ところみたいなので、本当にどこまで行けるのかみたいな、多分その辺の問題もあって、それがでも護送船団のいいところでもあり悪いところでもあったんで、これはなかなか難しいですよね。それはだから、それはあくまでドン・ジキョウとかみたいなところとのこう関係をね、維持しながら、でももう時代変わるんですよっていう説得のね、仕方を変えるのをどうするのかっていうのも含めて、相当やっぱり超えなきゃいけない課題は内部的な話としては、内部的な話としてはですよ。ただなんか、まあどちらかというと、まあ誰が悪いとか、もう誰のせいだって言うのじゃなくて、なんですかね、まあだからその、いわゆるそのテレビの電波も、でそのネットを広げ、こう盛り上げる要素になってるのも一方で事実じゃないですか。で、それがネタになって YouTube の中で転がってるやつもほとんど実はテレビのネタだったりですね。なんか、いわゆるそこってなんかその、なんでしょう、もうそういうシステムはそうだと。日本のシステムもそうだというのが分かった上で、なんかこうソーシャルネットワークの中でこう互いに高め合っていけるようなやり方というのはないのかなという気はするんですよね。で、まあスポンサーのキャンペーンもそうですけどね、ヨガの挨拶みたいなモデルはよく言われますけど、まあ今はどちらかというとそのシェアされる部分でどんどんその中で回転して転がっていくと、高め合っていくっていうところが今クローズアップされてるんだと思うんですけど、とはいえやっぱ初めのボンとその輪っかの中にぐる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 回る輪っかの中に入るためには、まあ、告知するっていう意味ではマイコを使えばいいと思うんです。だからその役割がそれぞれやっぱ細分化されてるわけで、たとえ地方局であれ、地方のやっぱ情報番組っていうのはやっぱ、まあ、割とそれなりに朝にそれだけのためにやってて、ものすごくローカルなやつを流してたりして、まあ、それはその地域の地方の人たちにとっては、まあ、転がすネタになりうると。で、それはなんかそれがなくすような方向じゃなくて、それがうまく、まあ、いつまでも逆に言うと、まあ、当然だからいろんな給与代理だとかそういうのが変わるにしても、ネタ元であってほしいとは僕は思うんですよ。それは自分がネットを使う側としては。美味しいネタ元であり続けることは一方でやっていただいて、こっちはこっちで個人でこういうふうな、例えばこれも一つの番組だと思うんですけど、番組作るのもありだろうと。ただ、ネタ元が減るのはそれはそれで引き出しはやっぱりいっぱい欲しい。で、その状況がずっとこう続くような形で、なんかこのソーシャルネットワーク、まあね、こういうつながりの中で盛り上がっていけないのかなという気がするんですよね。
別にあの自分の保身というわけではなくて、僕はあの全くそういうのは考えてないので。でも崩すのはやっぱりもしかしたら本当に政治、あの官僚主導ってやっぱり政治主導、そう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 、政治家しかできないですね。そう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 、ね、アメリカでもやっぱりね、下院が相当うるさいんですよ。そうですね。ああいうことに関しては何故に例えばですね、特殊なテレビが出てきたのに対してですね、なんであれを阻止するんだと呼んで文句言ってますからね、政治家が。あれはボクシーと言われるそのサービス、これはスマートテレビの一部ですけども、そこを NBC テレビのですね、元のザッカー会長が圧力をかけて辞めさせたったらですね、ちゃんと米国の会員はザッカーさん呼んで、お前圧力かけたのかと、ここまでちゃんとこうあからさまに言ってますからね。だからあれですよね、今やっぱりそういう意味で、そういう、まあ、結局ユーザーのそういう使う側の意見が政治家側に届いてないっていうのがすごく大きな話で、まあ、それをやるために僕はミャオを作ったところもあるんですけど、ヤフー団体を作ったところもあるんですけど、まあ、今だったらでも本当に戦略的な話でね、自民党が今野党だから聞く耳持ってくれるんで、ね、自民党にいっぱいロビーイングをしてで自民党がまた政権を取り戻した時に一気に進めるみたいな、これ2011年の あと半年で停波するというこのタイミングで自民党が野党にいるということは、これ非常にいいあれなんですかね、状況なんですかね。いやー混乱しか招かないと思いますけどいやまあていうか別に自民党がいいとかって話ではなくて、はい、結局ねじれ国会になっちゃってるから、進むものが法案がね結局全然進めないので、だから民主党が民主党でね単独持っていて、民主党の中でそういうのを進められるようなことがあったんだったら、それはそれでもしかしたら可能性があったんでしょうけど、当分多分その政治主導も期待できないんじゃないかまあ、結局やっぱこれだけそのテレビの話にどうしようもなってしまうっていうのは、まあ、なんていうんですかね、このソーシャルネットワークの次のキャズムというか、なんかドーンとこう盛り上がるっていうところで、まあ、いろんなその映像であるとか、いろんなものを取り込んでこう、なんかもっとこう大きく成長する可能性があるんじゃないかって気がするんですよね。その音楽的な権利のクリアとかもそうだと思いますし、映像的な権利のクリアができないと、なんかこう、一つなんか日本だけ何かそこがまだずっとこう、何かそのこう何も出せない、何もこうそれをこう回していけないっていうことで、やっぱり他の SNS に比べるとやっぱ非常に何かこう日本だけちょっと違うような文化になってしまう。でもあれですよ、もうテレビはもう終わってますよ、もう一番元気な発言ここに来て、もうでも結局一番それは非常に良かったもんですか、もう完全に終わって、いやもうそこのところがモバゲーとかね、グリーとかっていうのは、うん、もういわゆる世界的に見て SNS の中で非常に特殊なんですよね、うん、まあ、これよくやっぱり言われる議論で、日本の中だけで育ってるんですけど、かなりやっぱりその他と比べてもその体質的に、財務体質的にも非常にいい。で まさにそのモバゲグリーンの中で一番アプリを作っていらっしゃる国別さんだから、なんかその思ってるところっていうのは、まあ、逆に今日そのお呼びしたところでも一番それをお聞きしたいところになるんですけど、でも多分そんなにアメリカのネットと比べると多少変わってるけど、でも結局のところモバゲとかグリーとかってまあ、オンラインゲームって考えれば、でオンラインのブラウザーゲームとかって山ほどあって、で韓国もそうだし中国もそうだし、でテンセントとかあたりとかのビジネスモデルってその基本モバゲとグリーとかって変わらないし、財務体質も基本変わらなくて、でそれをモバイルのところでやってるってところが、まあ、世界に先駆けて早いみたいな感じなんで、なんでいやアメリカでもまあ近い将来のところモバゲグリーが勝てるかは全く分かんないんですけど、そのフェイスブック的なソーシャルゲームとこのバーチャルゲームのところって言ったらもう明確に違う、ここ結構はっきりしてて、例えばやっぱり見えっていうところの、そのソーシャルゲームのところでいくと、これやっぱリアルな友達がいると、なんかこうバーチャルアイテムに1万も2万もかけてすごいかっこ悪いじゃないですか、いやこいつ、うわ、一部がこんな向きになってるみたいな、必死だな、必死だなみたいな感じで、ボロカス叩かれそうな感じで、でそれ知らへん人やから、なんかその世界になりきっちゃって、俺このすげえソードがあるみたいな、1万5000円すげえみたいな、だからライナスの翼でしたっけ、なんか初めてものすごい金額で、そうだから多分アメリカの方でも割とここだ、この分野だけは偶然日本の方が早かったみたいな感じで、近い将来アメリカの方でも出てくると思いますけどね。で単純なソーシャルゲームって市場だったら、やっぱり単純にリアルなソーシャルゲームよりもバーチャルな方が絶対儲かるのはもう理由は簡単で、やっぱりリアルだとかっこ悪いですもん、なんか300円ぐらいだったら使ってもいいけど、なんか1万も2万もこうなんかゲームに使ってるとかってリアルな友達に多分知られたくないと思うし、でそこでなんかムキになって戦ってる自分とか、なんかねこれ以上やったらちょっとかっこ悪いなみたいな、これ暇かなとかって思われたりとかするから、だから現実でいくとやっぱバーチャルの方が絶対金かけて、そこの中の自分っていうところに価値を置くみたいな形なんで、
からアメリカにもそういうところの市場は絶対近い将来出てくるかなとは思いますね。アメリカに比べてやっぱ日本の方がやっぱその辺は上手なんですかね。そう、うん、細かいですよ日本人の方が。そう、結局アメリカの方とかってなんかアメリカ人多分なんか、ね、大きいのにドーンとやるのは得意なんですけど、なんか結局大きいコンセプトだけボーンやってそんなとほったらかしになっちゃってるから、アンドロイドなんてね、その典型で、グーグルとやつバーンってぶち上げたけど、何も成立せえへんから、なんかもうね、うわーみたいな感じになって。今、疑問だらけですけど、なんか、非常に伝わりますよね。でも、やっぱ日本人とか、まあ、中国人もそうなんですけど、やっぱりこのアジア人の特徴か知らへんけど、なんかすごいですよ、なんか、怪盗ロワイヤル出てきたら、怪盗ロワイヤル100くらい出てきて、で、あ、でも中国人よりすごいな、日本人の方が。なんかね、ちょっとずつ良くなってる。あ、で、あー、こう来たみたいな感じとか、で、キーマンのところもアメリカ人とかって延々とソーシャルゲームもう4年間くらいとか続いてるけど、未だになんか田んぼやったりとか、で街で行って、同じテーマでやってましたけど、日本の方とかってね、そのキャバ嬢とかもあるし、なんか他のホスト系もあるし、それ以外の恋愛系のやつとかもあるし、最近フリーでね、ゴキの気持ちとかってゴキブリ体験ゲームみたいな。いや、それどのゲームなんですか、それ。いや、もう気持ち悪いからなんかこう、入れたくない、ダウンロードしたくないじゃん。だからもう見たくて仕方がないけど、ちょっとね、あの気持ち悪くてまだ見てないんですけど、でも結構その会社俺ジョークかなと思ったら広告とかも出してるから、意外に本気みたいな。だからそのこと自体がまず話題になって、ソーシャルで広がっていくっていうところまで含んだゲームですよね。多分。でも気持ち悪いですよね、僕の気持ち知りたくないし。だから、でもそのぐらい結構ね、なんか日本人の方が一旦そういう枠組みが決まっちゃうと結構いろんなこと出てくるから、その辺はちょっと違う、強いと思いますね。お金をかけるってことはいきなり成長できるってことじゃないですか、ゲームの中でね。で、でも一方で時間をかけて成長してる面々もいますよね。で、時間をかけて成長してる面々といきなりお金、金銭的に成長をドーンと果たす人間とっていうこのバランスがこれ崩れてると、みんな面白くなくなっちゃうじゃないですか。ちょっとそう、ゲームの話した時に分かんないんですけど、ここのところ、これソーシャル、みんなソーシャルでも興味あるか分かんないんですけど、これね、結構すごい重要な、ね、公式があって、はい、そのやっぱ課金したら強くなれるんですね、有利になる、はい、って感じのところの、このバランスが一番大切 で一番強いやつは、こう超課金、めっちゃ課金して、で、廃人、全ての人生を大きく変えていただいていいですか。あ、ちょっと画面が映る。あ、なるほど。下のところにこいつらがまあどっちに行ってるんですね。まあ、まあ、超課金、超課金ってレベルでいくと、もう何万も持つ。一ヶ月でもう何万も払っちゃって、これキャリアのこれ面白いのがソーシャルゲームって1日にめちゃくちゃ課金するんですよ。全収入の多分 20% くらいが1日とか2日で稼ぐみたいな。1日で理由簡単で。で、それが超課金ユーザーってマックスにたどり着いちゃうから、もう月末になったらもう使えないですよ、キャリアなんて。で、それが月初になった瞬間にまたゼロに戻るから使いまくるみたいな感じで、使える金が増えるから急にそこで。そうなんですよ。で、この超課金する配信っていうのがもう超課金配信とかって、だから1%ぐらい、だ 0.何%です。これが 0.2% 2% としましょう。超課金で、このバランスのところが大切で、この下のところにいるのがこれ超課金、超課金が一番右が超課金。これは廃人。超課金して上に時間をもう延々とやってる。もう廃人になりながらもうそのゲームをちょっとでもやったらやってるみたいな。で、この超課金はその仕事とかやってるから、もう課金暇な時にやるけどめっちゃ金使うっていうやつがいて、ここが結構大切な、これがニアリーイコールで廃人。めっちゃ面白いですね。こう、そう、配信が頑張れば、お金もだから使わないけれどもひたすらひたすらやっている、やりまくってやればこいつらに追いつける、でも実はちょっと追いつけないくらいみたいな感じのところっていうのがあって、追いつけないですね。ここから結構配信になりきれないの、これから離れて課金だから課金ユーザーちょっとぐらい払ってるやつよりも人生かけてるやつの方が上みたいな、努力したこの辺のバランスをどう答えるか。そうなんですよ。で、ここのところでこういう感じで、でもね、このバランスちょっと崩れるとすぐ多分逃げていくと思いますよ。そうなんですよ。だから結局ここのね、超課金ユーザーが何でお金払うかっていうと、やっぱりこの世界の中で自分を認めてもらいたいみたいな、うん、俺って存在すごいって感じだから、
で俺って存在にこの迫ってくるやつらっていうのがいればいるほど燃えるみたいな。でこいつらのところもこうね、やっぱ金払ってるやつにこう敵対心持ってるんですよね。俺は絶対に価値におるみたいな感じのプライド持ってるから、だからここのこのプライドとプライドのぶつかり合いなんですよ。でこの世界の中で金が勝つのか努力が勝つのか、努力のところが大事ですよね。そうっていうところの。それではその時間をかけて成長させる側 ともう一気に金で成長させる側のバランスです、ね。まあ、あとはあのゲームによってね、あの、うん、別にロワイヤルとかは全然ゲーム性とかないけど、釣りゲームとかはそれなりにテクニックで超えられるっていうのもあるので、テクニックも努力ですよね。俳人、ね、はい、のレベルまで来たらって感じこれ結構間違いがちなのが、ここ課金したら俳人に勝てるみたいなやつ、うん、だからやっぱり結局やっぱそのバランスはどういうバランスを取るかでゲームが流行るかどうか、流行るかどうかが収益性が決まるみたいな。ゲームの進行っていうのは必ず存在するじゃないですか、はい、でそこに関して言うとやっぱそれとは関係のないところでやっぱお金をかけようとするわけですか。いや、進行ですよ、基本は進行のところで必ずやっぱそれを絡めていく、その成長っていうところと、そう、成長が早くなるってところがやっぱり課金のこの一番大きいところなので、進行と関係のない成長ではないわけですね。ではない、うん、だからもう時間を金で買うみたいな感じの、だからここは本当に金とこの努力のぶつかり合いみたいな。もうだからグリーが上場する前のあの釣り絵の時に結構やったんですよ、釣り絵すごい猿みたいにやった時期があったんだけど、やっぱある時期まではいけんだけど、そこから先はもう絶対竿が壊れちゃっていけない。そこで、まあ、そこで結局買わなかったんでやめちゃったんだけど、1ヶ月ぐらい毎日やってましたね。だからあの頃のやっぱグリーの昔のゲームとかっていうところってやっぱちょっと古いから、うん、今だったら多分努力すればギリギリいけるはず。あ、そう、うん、そうとか、その釣り竿のところとかでも、その昔のやつだったらこう課金しないと絶対釣れないってあるけど、多分今のなんかこなれてきたゲームとかだったら普通の釣り竿でも経験値かなんかですっげえちっちゃいのを延々と釣り続けてるとパワーアップしてこうすげえのがもらえたりとか、そうしたらもしかしたら今も俺やりすぎてるかもしれない可能性としては、ね、そうっていうところのなんかこういうそうね、だからバイアスの買い方が多分日本人は絶妙なのかもしれないですね。そういう意味で言うとだと思いますね。大阪だな、次は面白かったですよね。うん、その辺は結構、うん、日本ならではみたいな、なんかそのでもこう、ね、世界のソーシャルゲームは全部こうスマートフォンに向かうみたいなことも一方で言われてるじゃないですか。え、それってやっぱどうなんですかね、そのグリーとそれからモバゲーに関して。スマートフォンはすごい難しくて、基本的に、スマートフォンはすごい難しくて、まずアプリの方は儲かんない、うん、100% 無理だろうなって感じで思ってて、ソーシャルゲームとかゲーム業界の方とかでいくと、なんかこうスマートフォン、アプリかブラウザーかとかって議論結構あるんですけど、で、なんかアプリの方が もっとリッチなことができて、すごいことができるからいいみたいな感じの話ってまあよく聞くんですけど、ただなんか今前提としてソーシャルゲーム、今みたいなビジネスがスマートフォンでも成り立つって前提でみんな話してて、ただやっぱり難しいなっていうのが、やっぱりアプリの方まず儲かんない理由って簡単で、あれなんですよね、みんな意外に気づいてへんのが、その Facebook がオープンした時っていうのと、その iPhone のプラットフォームでオープンしたのって1ヶ月ずれだけなんですね。でそこから3年間経って結局何起こったかっていうと、その儲かるプラットフォーム、その SNS 上に載ってたところっていうと、ジンガとかあたりって1兆円くらいがあって、収益も1000円くらいとかっていうことで、ファンビデオそうですね。でそれに対してこれスマートフォンのところの会社何があるかって感じで言ったら、結局 NG モコとかって会社、 DNA が買ったとこあたりとかって、ちょっと前までの収益って売上3億赤字5億みたいな、で今期はちょっと上がってるけど18億でトントンみたいな感じで、結局収益性が違いすぎて、でさらにあのなんかアングリーバードとかで入ってるやつあるんですね。でこれがめっちゃすごいとかって言ってるんですけど、結局月広告倒して2億たった、で世界中で売れまくってナンバーワンアプリが2億みたいな、で日本の方だったらね、そのグリーで出てるドラゴンコレクションとかで17億とか半日くらい月で出たりとか、2億くらいのアプリとかだったら結構いっぱい出てるみたいな感じで、結局そのアップルがなんか儲かんないプラットフォームを作っちゃった。完全にこのデフレプラットフォームみたいな。で、さらにひどいことに、アンドロイドってもっと最悪で、そもそも、なんか、アップルのプラットフォームですら全くもって儲かんないプラットフォームっていうのの、
なんかね、悪い部分の拡大再生産みたいな感じで、いや、本当にあの使いにくいじゃないですか、Android マートってそもそもあれだし、だから全部が使いにくいから、で、Apple は一応課金整えてるっぽいけど、あんなに金払わない。で、理由簡単で、やっぱりこうソーシャル的なやつがないから、拡散しないから、マーケティングコストだけやたら高くなったりする上に、で、全世界のやつがコンテンツ作ってくるから、結局のところ誰でも出せるってところで、コンテンツがデフレ化しちゃって、うん、このゲームがもともと DS とかで3800円とかで売れてたやつが300円とか、100% 儲かんないんですよね。そうなんですよね。っていうところのプラットフォームになってて、で、その理由って簡単で、結局 Apple とか Google がそもそも儲けさすつもりがない。アップルなんでこれね、アップルだけは儲かる。そう、もうみんなが下僕みたいにこう世界中のやつがこう無料みたいな感じで作ってくれたりし、そもそも Google なんてもっと最悪で、彼らコンテンツ無料だと思ってますからね。お前らも勝手に無料で作れみたいな。で、勝手にこう挟むわぐらいだから、だから結構儲かんない。から彼らの干渉、結局 Android とか Apple の干渉を受けないウェブ上で出るゲームしかないけど、ただ今のところでいくとまだそれで儲かってるところがないんで、そこを考え出さないと絶対無理。さっきのでも無料無料っていう話で言うと、それはあのダウンロード課金がね、あのそうだっていう話で、そこ無料になったとしても、国光さんの場合はアプリ内課金のやり方をしてるわけじゃないですか。うん。ただ難しい、結局宣伝のところとか無料で出してるの、はい、結局宣伝のところとかってすごくやりようがなかったりとかで、コンテンツが拡散しないんですよね。アプリとかだったら、結局ここでこう使って、なんか一人で使って終わりみたいな、ところで終わっちゃうことがあるんで、だから、やっぱりユーザー数が少なすぎる。そこはあれなんですかね、こう、口コミじゃないですけど、Twitter やソーシャルのあれはないんですかね、これ。まあでも、やっぱり iPhone のアプリっていうのを考えてると、今、Android まで少ないんで、でも iPhone って iPhone と iPod Touch と iPad で全部が1万500万から500万とかって、やっぱスケールメイクじゃないですよ、からね、何千万っていう気があるけど。アングリーバードがそんなに少ない。そう、そうなんですよね。あのこれでしょ？ピューってやるやつ。ちょっともっと説明してもらえません。多分あの分かってる人いらっしゃると思うんですけど。なんかアングリーバードって割とまあ多分スマートフォンで iPhone のやつで一番売れてるゲームみたいな感じで、なんかヨーロッパのどっかの会社が作ったやつなんですけど、なんかこのアングリーななんか不細工な鳥みたいなやつがいて、それからピューって引っ張ってピョンって飛ばして。ドミノ崩しみたいにするだけのゲームみたいな感じだけど、キャラが可愛いからそれで見ていくみたいな感じのトップゲームが、まあ、月広告合わせて2億円ぐらいだけ、うん、十分じゃないかって考えたのできなくは、世界トップでですよ、うん、フィンランドのだってナンバーワンのあれで次のですね、あのノキアを抜くかもしれないなっていろんなところにテックブランチに書いてあったよ。そう、売上月2億なのにだから、まあ、でもそれはだからダウンロード課金がメインだから、あ、広告と、まあ、でも広告とダウンロードとかね、うん、アプリ内課金がもうちょっとこう流行っていけば、うん、まあ、この考え方で言うとどうなんですかね、うん、iPhone に関してだんだんでもそうした割とそうなってきてはいるんですよ、流れてみます、どうなんですか。そう、ここから微妙ですよね。その結局アプリに関して言うと、うん、やっぱりね、スティーブ・ジョブズがいる限りはなんかほらやばいらしいです。だから今何ですか、サブスクリプションライセンスの話を言ってます、アップスの。そう、結局彼らってね、なんかダメじゃないですか、全体的なアップリって。だからやっぱりもうちょっと彼らは、うん、まあでもジョブスがやっぱりね、天才の限りはあれだろうから、だから iPhone に限っていくとチャンスはなしで、だからそこでいくと、まあ Android のところでアプリ内課金でって感じでいったらちょっと可能性はあるかと。iPhone 売れまくってるだけでみたいな。だからまあ、とにかく Apple がダメですよ、あの、このソーシャルゲームっていうところで言うと、ガードになってる、うん、だから、そう、Apple が悪いマッサーで言うんだよ、さっきからみんな言うわけですよ、スティーブ・ジョブズはね、やっぱ変わりましたよ。結局、彼なんか偉そうなことずっと言い続けてたけど、結局もうこれで分かったのが、ずっとビル・ゲイツに憧れ続けてただけ。だから結局彼はなんかこう何かに挑戦するって感じのところやり続けてたけど、結局晩年になって天下握って、結局その権力主張にしたら、結局ゲイツ以上になんかもう権力にこう囚われたみたいな。だから完全にまあ、結局ジョブズは完全にダークサイドにした。アップルの1984年説、情報管理社会イコールアップルが、ね、あれがジョブスが目指してた、あの、あそこの、ジョブスはどこでダークサイドを見せたんですか、ね、どこがあった、あの、
あ、そうです。成功したし、成功したし、ね、まあでもやっぱ iTunes で iTunes で成功してから、で音楽業界でこう牛耳って、手玉に取って、手玉に取って、その中にダブサが増した。ちょっと心がだんだんこう夜な夜な俺に権力を、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 みたいな。まあでも、どっからでも見てもダークサイド落ちてるでしょうね。なんか全部支配してるみたいな。確かに、でもそのね、実際やっぱこれだけやっぱアプリ作ってる側からすると、まあ、相当なダークサイドですよね。ダースベイダーですよ、ダースベイダーですよ。なるほど、なるほど。そこが変われば。でも別にルーク・スカイウォーカーもいないわけですよね。Google はルークじゃないですよね。Google は Google の元なこと、なんたら帝国みたいな感じ。まあ、世の中要するにあの受験で動いてるから、まあ、だからジュリアン・アサンジくらい。ああ、なるほど。ぐらいの破壊力を持たないと。でもまだ Facebook もだからまだ若い会社だから、結構ペアですよ。はい、うん、でも Twitter とかね、ダークサイド落ちかけてますけどね。その辺はどこのあたり、どういうことなんですか。あ、だって結構ガンガンになんかこれアプリ止めてくるじゃないですか、平気で。あそこの何メディアでしたっけ、この、ダウンロードがこのアプリを使っているところの会社も、ツイートなんかで名前つけていて、あと API のお願いの方から見れば止めてくれる。そうそう、あとね、この前あのホワイトリストも、ね、廃止するって言って、そう、あれ結構すひどいでしょ、すごいないでしょって思って、ね、ホワイトリストっていうのは、あれなんですよ、開発用に大体 API を叩くのって1時間に200回とか100段階とか叩くっていう制限があって、その中で開発する。でも開発をやるときはいろんなものデータを呼び出せなきゃいけないから、ホワイトリストを俺開発者だからホワイトリスト申請しますよって言うと1時間に2万回とか呼び出せるようになって、それでいろんな実験ができて、実は僕もホワイトリスト入ってて、でももうあれ新規の受付を停止する。ホワイトリスト上でもうすごいダークな話でももうホワイトリスト自体をもう廃止していく方向でいったから、でもなんか僕は申請したって言ったんですよ。ジャーナリストにツイッター使ってこういうジャーナリズムやってるから言ったら、ホワイトリストで、ホワイトリストで、あんまりちょっとビッグビジネスだよっていうぐらいには、でもっていうぐらいにはツイッターもダークサイドに方向によっている、僕の大好きな愛したツイッターが、ちょっとなんかあれなんですかね、そういう悪いところに引っかかりつつある。やっぱ人間でも一緒で、やっぱこう心持ち始めた瞬間にやっぱ変わるじゃないですか。だから結構なんかね、津田さんもなんか最近結構キャバクラ帰りを出てる。まだ行ってないよ。まだ清水くんに連れてもらってないからね。いやいや。発言が過激だと。全然まだ儲かってないですからね。ソーシャルにこう開かれた人もいないですよね。もう一からもう頭の上からこうつま先までこう。ソーシャルメディアっていうので名前だけはそれなりに知られるようになっても、それが主因に結びついてないですからね、僕はやっぱりね。なかなかでも同志になる方いらっしゃらないですからね。まあ、そんな話ですよね。ネガティブキャンペーンですよね、私が。つなぐっていうのはすごいですよね。同志になる人ならない。そんなことしたらもう結構もう9時半過ぎて、まとめの方向に行くんじゃないですか。そうですね、どうなんでしょう、まあ、今これを始めるにあたっていろいろと受けたとですね、いろいろこうソーシャルメディアについてっていうのを意見を見つけたりもしたんですけど、おおむねあれなんですよね、こう今ソーシャルネットワークとかソーシャルメディアってなんかこう少し前ってなんかそういうのをやってる人っていうのが なんかあんまりそういう、なんでしょう、俺そんなんやらないからっていうのが逆にかっこいいっていうような見られ方してたのかもしれないですけど、今割とその質問を返すとやってるっていうことでこれだけなんかこう自分はこうプラスになれたとか、逆にそれがすごく自慢できるような存在であるようなことのなんかこう返しが非常に多かったのがちょっと気になったんですよね。なんかそのソーシャルネットワークっていう映画がなんかこれなんか影響あるんですかね。なんか今ちょうどこ のロゴもちょっとその似せたような感じにしたのはなんか別にそういう意味ではないんですけど、今一つのなんか大きなムーブメント、まだ今映画もやってるわけなんですが、真っ只中にいるような気もしてるんです。で今日のこの講義もそうなんですけれども、まさにこうテレビの過渡期にもあって、でしかもそのいわゆるそのソーシャルゲームもそうなんですけど、課金ビジネスのいろんなこう狭間の中でこう揺れてるようなところもあってですね、でただなんかこう映画っていうところでなんかそこにちょっと後ろから援護射撃してくれてるようなところもあるのかなと。でまあ
あと、まあ、20分なんですけど、ちょっとそのソーシャルネットワークっていう映画がこれだけやっぱ日本人が影響を受けて、その650万人もしかも Facebook に登録してしまった。450万人もやって、まあ、このままいくと650万人超えるかなんかっていうような話になってると。で、どういうふうにご覧になったのかなっていうのをちょっと一人ずつお聞きしたいなと思ってるんですけど、まず、じゃあ、クリニさんからちょっとお聞きしてもいいですか。ソーシャルネットワーク、はい、映画がどう影響したか。いや、どんなふうにご覧になったのかなって、いや、多分クリニさんなりの立場でご覧になったんだなと思うんですけど。あ、でも、あれ結構ソーシャルネットワークのやつ面白いのが、なんかこう、自分らでビジネスやってるやつと、なんかそれ以外の友達とかのところで、結構なんか話が、割と感じ方が違ってるなとかって思って、なんか、あれ、結局なんか、大体自分で会社やってるやつからすると、なんか、筋肉兄弟と、あとなんか、友達、エドワルド。いや、エドワルド。こいつら、結局ね、バカじゃねえのみたいな。結局、エドワルドなんかって言ったら、本当にこれ、創業期から一緒にやってるけど、全く成長できなくて、会社の成長についてこれなくて、文句だけ言っちゃう。創業者みたいな感じでよくありがちなパターンで生々しいで、あと筋肉マンの方とかって結局アイデアに価値があるとかって思って、うん、ハーバードコネクション頼んで相手言ってただけやのに、でそこのところに価値があると思ってパクられたとかってなんだそれみたいな感じで、みんな大体その会社やってるやつだったら思うけど、割とそれ以外のやつも聞いたらサッカーファンひどいとかで、あれ結局なんかみんな割と勘違いしてるなと思うのが、結局ザッカーバーグがあれ騙したとか嘘ついたとかって言うけど、あれ普通に冷静に考えて、なんか自分が延々とオタクでコンピューターずっとやってきてて、でコンピューターオタクですよ、ザッカーバーグって。それがオリンピックに出るような感じのボート部のなんか双子のなんか2メートルぐらいあるようなやつらに、おい、なんか作れるんやろ、プログラムそれも作ってやとかって言われたら、で、そっから返事返さないのも簡単で怖かったんですよ。なんか、お前できてんのこう、はいはい、みたいな。だから、もうどっからと見てもザッカーが悪くないなって感じだけど、意外に周りの人で、なんか、こう、あの二人になんかこう同情的でザッカーがかわいそうって人が、ザッカーが悪いってやつがいるのが結構びっくりしたかな。普通の、そうか、そうか。創業者としての視点もありますもんね、そういう意味で。津田さんはどうですか、あのいわゆるそのソーシャルネットワークという映画と、まあ、いろんな、まあ、ご自身であり、ツイッターのことであるとか、まあ、音楽のいろんな権利的なことも含めて。いや、なんか、すごく過度に、全て の, そのドライブしている、そのフェイスブックをドライブしたのが、紐手をこじらしたっていうことが、あれの成功につながっているっていう描き方をしているのが、まあ、本当の部分もあるんだろうけど、まあ、脚色された部分もあってっていう。でも、映画自体は本当に面白くて、あっという間に、あれ、これ2時間ちょいあったっけみたいな。会話だけで、会話のテンポだけであんなにっていうのはすごい面白いなとは思って。まあ、でも、あとはザッカーバーグとグリーンの田中さんが被るなっていうのは思いましたね、いや、面白かったですけど。面白かったけど、その僕最近ちょっとツイッターに書いたんですけど、あれのレビューで、ローレンシレクシルっていうアメリカの憲法学者の、まあ、クリエイティブコモンスだった、あれはいい映画だけど、映画としてはよくできてるエンターテインメントだけど、ちょっとひどいところがいっぱいあると。で、結局ネットワークの自由だったりとか、要するにああいうそのメミスさんが言った双子みたいなランクスをつけて、それでもう若い目当てで何千億をね、とかやっちゃうみたいな、ああいうようなことをなんか許容させてるような描き方はしちゃいけないみたいな、そうじゃなくてネットのやっぱりシェアの姿だったりとか、そういうものの価値があったりするよねみたいなところをすごいもう鋭く言ってもらって、あのレッシグのレビューってすごく面白かったんで、ソーシャルネットワークを見た人はその後にそのレッシグの映画表を見るとすごく、あ、なるほどそうだねっていうふうに理解が深まるかなって。あとは町山文雄さんが、そのソーシャルネットワークを見た人用のポッドキャストっていうのを90分ぐらい喋ってるのがあって、それもすごい面白くて、だからソーシャルネットワークってあれ単体で見るよりも見た後いろいろなそういう、なんでああいう映画なのかなっていうのを語っているものがすごくいろいろ背景あるのが面白いので、なんかあの映画だけ見ると、あ、面白いけど、これ面白いけど なんでそんなアカデミー賞にノミネートされるような映画かって思うんですけどでそういういろんな話を聞くと、あ、なるほどねっていうふうなのがいろいろあるので、それなんかソーシャルネットワークだけじゃなくて、それプラスアルファでいろいろ楽しんで
もらうと面白いかなと思いました。ミクシーのね、サラさんがあれですよね、あのこうパブレット見ると、あの佐々木俊尚さんがいたりして、なんかこう、非常になんか、こうまあ、役者が揃ったようなパブレットにもなったりとか、まあね、まさにグリーンのいらっしゃらないのもあれでしたけど、どうですか、山崎さん。今の話はいろいろ聞いてましたけど、最初は別の話から始めました。The Future of Internet: How to Stop It って本があって、これが先ほどのローレンス・レシコで言ってた、合コンインターネットをどう守るかっていうのがアメリカで最高にもう話題で揉めてる本なんですよ。アップスの徹底した否定論。The Future of Internet: How to Stop It。これは有名な本です。ワイヤードのあの、例の、あの、あれですね、あの彼が。クリス・アンダーソンがですね、あのいよいよウェブの死だなんて書いちゃって過激になったってものすごく揉めてる本です。しかしそれを実際は米国の連邦通信委員会なんかが見て、それで今のネットをどうするんだって話に結構使ってる。この本はだから本当はね、日本語で書かれたら絶対ヒツゴミだと思ってる。だからもう一冊読むべき話。最近出てきた本はですね、あのアローン・トゥギャザーって、これもまだ、ね、翻訳されてないんですけど、アローン・トゥギャザー、アロン・トゥギャザー、これはあのシャリー・タークンっていうあの社会心理学者で、ネットの社会心理学でナンバーワンだって言われてる MIT の女性です。彼女が書いてて、アロン・トゥギャザーっていうのは、まあ、一人ぼっちの二人っていう意味なんだけど、あれはみんなこういうところにいるところで、でこう Twitter なんかをしながら見てる状況を言ってます。一緒にいるんだけど実はアロンだ、そういう側面、まあ、非常に面白い。でまあそんな話はいいとして、どうよって読んだかというとですね、まずあれですよね、日本に来た欧米のですね、サービスそのまま仕組みが入ったってなんですよ。似たようなものを真似して入ったってのは、そのミクシーでも全部そうですけど、ね、欧米のそのサービスがそのまま入ってきて、あの手の人間関係、文化に関わるものが最初に入ってきて成功したのは何かって、これはセカンドライブ、間違いないです。3万人ぐらいの日本人町ができた。でその次にツイッターが入ってきて、でここでもうほぼカルチャーとしては日本に入るもう基礎ができてるんですね。なぜかって言ったら、Facebook は Twitter もある意味でパクんだ。あんまり言うと問題なんですけど、明らかにその世界観としてはリアルタイムのあのつぶやきの世界観は完全に Twitter の世界観です。あれだから2008年までもっと Facebook って本当に SNS で単なるストックのやつだったんですよ。日記みたいなすごいあの性的なコンテンツばっかりだったのが、突然2008年にまんま Twitter の画面になりましたからね。ずっとだから使っててびっくりしましたからね。めちゃめちゃ単なるツイッターじゃんっていう画面のインターフェースになって変わって、うん、だからあれはでもすごい気持ちいいぐらいの変化でした。それまでの結構複雑化してたものをバッサリ捨てて、完全にリアルタイムなだけのツイッターの画面になって、そこからまた機能が増えていったっていうところだったので、あれのやっぱ思い切りの良さがすごくこれだと取り込んだ。あれでね、私がテレビじゃなくて、あの映画はですね、あれ試写会で IT メディアさんに呼ばれたんで、ね、言ってありがたくただで見たと。これまあ12月ぐらいなんですよ。まあ当時言われてたのは、とにかく10月ぐらいからアメリカで予告編が出始めた頃から、それで日本が動き出したんですよね、うん、あのアメリカの予告編が出た頃から日本が動き出して騒ぎ出した。だから本当は Facebook は去年の2月ぐらいにオフィス作ってたんだけど、そこでまあ8月には出るだろうと言われたら全然動きがなく、9月ぐらいからちょっとずつ、そうですよね、ちょうどだからなんかあの例の本当に予告編が出る前後からうーっと動きがあって、それで出てきた。で今回の特徴ってのはやっぱりあれなんですよ、登場の仕方がドラマなんですよね。映画を背景にして出てきたと、あれはやっぱり日本人のそのすごくこう感性に受ける、きっとゲーム屋さんも理解されると思うんですけどそんな感じでわーっと見てて、なおかつ下地がですね、世界観としてはもうツイッターがありますから全然抵抗がないんですよね。で日本人町ができるかどうかなんですよ、勝負。でセカンドライフの時も私の言ったら日本人町ができたんですよ。で Twitter もこれ日本人町ができたんですよ。で Facebook も日本人町がこれ同じ感じでできた。だからあれは多分抵抗なくスーッと入ってて問題ないと思う、うん、まあでもザッカーバーグのあれはねすごく面白くて、あれ東部のエスタブリッシュメントなんですよね。あれね、あの他の連中が全部エスタブリッシュメントで、だからそのエリートの時間の限り方っていうのを全部やって、悩んでる間に世界が動いてるっていうんで、もうザッカーバーグと世界がわーっと動いてて、ちょっとこう旅行してこうなんか仕事して帰ってきたら、さあ何かやろうって、いやもうイギリスに出てるんだなんて話になってる。この時差のハゲの激しさと時差とカルチャーの差がものすごい、あれは面白かったですね。
本当ちょうどそのあれですよ、放送業界じゃないですけど、この時差、いろんなことの時差。よくも悪くもやっぱ本当アメリカの話ですよね、あの階級社会というか。実はものすごいエリートの話ですからね。ね、あれエリートの中で起こったことをこうやってるんですけど、あの、まあ、言うとだから日本で言うと本当に東京の東大の中だけで起こったことをやってると、なんかこうこちら側から見るとなんかすごくなんか誰もができるような感覚で言うかもしれないですけど、本当にあの超エリートの世界の中だけで起こられてるような、実は映画でもあったりして。ただでもあの描き方がでもあれですね、あのそれぞれのやっぱ立場で真実をこう言ってるよう なんかソーシャルネットワーク的だったのかもしれないですよね。なんか何か答えを実はそれぞれやっぱこう否定してないという、一本筋で見せてない、三つの視点でちゃんとこう進歩させるというような。でもやっぱりミクシーは無理ですかね。いや、あのミクシーのでもアプリもいろいろとね開発されますけど、いや、いまだやっぱりミクシーですよね、日本は。どうしたらいいですか。ミクシーですか。チャンスあります、ミクシー。今あれですよね、そのフェイスブックから一時期のツイッターへの流れってのもものすごかったですけど、とはいえやっぱりまだそのミクシーの中での、やはりミクシー日記の中でこうやる、ね、広がるコミュニティで、あの同窓会をね、されましたけど、日記ではないんじゃないですか、もう今ほとんどボイスなんです。ボイスですかね。日記の数はたまに減ってるはずですね。共存します、ミクシーとフェイスブックって。あのツイッターとフェイスブックは共存すると思うけど、ミクシーとフェイスブックはやっぱ共存する気がします。ただガラケーサイトなんで、もうもはやミクシーもあれがだからガラケーが大体もう7割とかそれぐらいになるっていう感じなので、そんなものだとフェイスブックね、ガラケーはすごい弱いから、うん、ガラケーしかまだずっと使わないでフェイスブックスマートフォンに移行しないような人には残るっていう考えでもできなかったんですよ。ただこの流れでいくと、まあミクシーでもなんかこうテレビとかでもね、いや、だからあれですよ、テレビ局で言うとね、パナソニックさんとミクシーさんが組むんですよ、はい、だからいずれパナソニックのですね、スマートテレビに下の方でミクシーが出るんですよ、きっと。いや、であとミクシーって結構そのガラケーを使ってる人ってニュースサイトとして見てる人がすごい多いんですよね、うん、ミクシーニュースで、要するにただでニュースがいろんなものが見れるから、うん、っていう意味でのポータルになってるっていう側面もあるから、うん、実はメディアとしての側面のミクシーはやっぱりまだまだ強いっていうことなので、うん、それをどう強めに活かしていくか。ミクシーとかしたら災難ですよね。僕ほぼ負ける可能性ゼロかなと思ってたけど、Facebook これ1円も金払わずに、なんかね、日本人のこのなんか逃げ慣れってこううわー感みたいな感じをちょっと甘く見てたな。熱しやすく冷めやすい感のね。そう。なんかもうこの流れはすごいですよね。そう、なんかもう Facebook やってなきゃダメじゃんみたいな感じの、なんかちょっと今なんか Twitter ちょっとダサいみたいな。今集合のスピリッツで。気まぐれコンセプトで Facebook ついに出たらしいですから、ね、ついに出ました。キャズルドですよ、Facebook って。それはあれですね。じゃあもう品川庄司の品川が多分テレビで言いますよ、そのうち。そんなところからね。なんかね、なんか流行的なやつがあるから、結構なんか津田さんもなんか Facebook のミスってなんかね。ミスってないですね。超今やってますね。ね、ちょっとこう、ツイッター版みたいな。映画の流れもあるけど、あれですよね、こうスマートフォンにみんな流れてるときに、スマートフォンで必ずだから Facebook と Twitter の登録を進めるじゃないですか。進める。なんですかね、あの昔あのこう、ね、あの、パソコン買うとこう AOL 必ずついてきたみたいな抱き合わせで必ずこう登録しちゃいますよね。しかも金払ってないのにね、払ってないですよ、ね、払ってくれるからね、払ってないですよね。あれは災難ですよね、日本の金からみんながね、どんどん。しかもでもミクシーもあれですよね、アプリの対応は本当にひどかったですからね、早く公式アプリで使いやすいのを出してるのね。確かに、あのスマートフォン、iPhone に関しては Facebook のアプリがすごい異様にできいいですから、あれはやっぱりみんな行きますよね、うん、この辺がやっぱりちょっとなんか、あの潮目が今うまく読めてないっていうのもあるかもしれないですね、最近は黙ってるんですね。スーツの儀式ってのがありますからね、ネットコミュニティのスーツの儀式ってことですか。知らない。あのね、これゲームもそうなんだけど、ずっとやってたら集団に持っていっちゃって、あのそれもそのいわゆるその蜂の巣がですね、巣ばかりするじゃないですか、あんな感じでバーッといっちゃうんですよ。あのソーシャルネットワークの初期の頃に8つぐらいあったんですよ、いろんなミクシーのライバルが、うんうん、みんな気に入りましたけど、あれでこう一つ潰れるってなるとみんな噂があってわーっと一挙になっちゃう、うん、そういう現象がまあ今マイスペースで起こってると、対フェイスブックに対してアメリカでは、うん、それがまあミクシーではまだ起こってないのかなという感じですけども、今後本当にどうなのか逆にツイッターとフェイスブックの関係でそういうことが起こるのか起こらないのか、フェイスブックに一旦行った連中がまた帰ってきて、そこらしくスリップの儀式をやるんだとか、
まあでもまあまあやっぱり大学生にはまだ未知すごい圧倒的に強いですよね。圧倒的に強いの中で、まあ、あの微妙にあのくっついているくっついた連続っていうところも出てて、それがどこまでね、うん、強いかですよね。その日本人村ってありましたけど、今 Facebook にすごく映ってることで、あの2台あの携帯持っててですね、スマートフォンのには電話帳作ってなかったんですよ。なんですけど、Facebook をあの登録してると、いや、それが電話帳になりますよね。で、うん、こっちの方が便利になってきたんですね、だんだん。あの人が揃ってくると、意外に威力を発揮し始めるという。で、あの自分はちょうどこ の、あのイベントを前に、携帯をやはり公開してみたんですね。あ、携帯番号？携帯番号。あ、どうでした？いや、で、まあ、実際かかってくるかというと、別にかかってくるわけではないんですけれども、ただ、やっぱりあのお互い こっちも公開したことで、友達やっぱ何人かがやっぱ公開したりっていうようなことがあったりして、なんか徐々にやっぱ使える、電話帳だけじゃないですけど、なんですか、電話帳も少し手前にあるようなイメージ、あの Facebook が、今そんな気がしてますね。なんか一つ前にあるそのちょっとレイヤー。だから本当はあれですよね、そのミキシーやパナソニックと組むのもいいけど、本当はドコモと組むのもいいですよね。電話帳の機能の中にもうミキシーが入るみたいな、そういうやっぱキャリアと組んじゃうみたいになったら見ると、全然やっぱ、お、グリーン肯定なんですね。だからもうそれはいいと思いますよね。それだったらもう思い切ってね、なんかドコモがミキシー買収するとかね、そういう感じのところでやっても話がありそうだけど、なんか無理でしょうね。それぐらい買うのがいいですか。ありがとうございました。あの今日はですね、あの多分Facebook のなんか細かい使い方とか教えてくれるのかなとかですね、多分持ってきていただいた方も結構いらっしゃるのかなという気がするんですよ。Facebook ってなんだとか、いや そういうところ。いやいや、そういうところ。元々のテーマで言うと、Twitter と Facebook はどこへ行くっていうようなことがであったりとか、あとそれのソーシャルメディアで、あのゲームっていうところは非常にやっぱりキーワードだと思ってるんですよね。あの今日のお話でもそうですけど、いろんな部分で言うと、そのいろんなこうこちら側がやりたいことをうまく生み出す仕組みを作りながら、Facebook だって今これだけこうぐっと盛り上がってきているところには一つ大きな原因としてあると。で、なんかそういったあの何ですかね、あの、まあ、いわゆるそのグリーンもそうですし、モバゲーもそうですし、でミクシーもそうですし、あのだからお互いやっぱ立ち位置と、そのいわゆるいろんなこの流れ、大きな流れっていうのを、まあ、すごくこう語り合った時間でもあったのかなというような気はしますので、さあそれで何を選ぶっていうことなのかなと、ソーシャルネットワークですね。でという意味で非常に、まあ、あの有意義であったのではないかなというふうに思いますが、そこはあの皆さんの判断に委ねるというのが、まあ、ソーシャル的なところなのかなと思っております。あの今日はありがとうございました。